はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが水賢くんです。いや、具志堅ですよ。具志堅かヘラクレスのハンドペアリング挑戦しようと思います。おー、今回の交尾するやつ、はい、メス出します。メスがこちら。はい、メス。ちょっと土かぶってるけど黒いっすね。そう、今まあ湿ったとこいたから、多分ここからここら辺は黄色くなってくる。後でゼリーにつけてあげて、あ、餌を食べてもらう。これで今餌食べ始めてますね。まあ餌食べてる間にオスを、はい、オスはもう手で。ヘラクレスのオス153ミリですね。もうこれがね、王様ですよ、ヘラクレス A は。この毛とかもかっこいいでしょ。すごい元気。うわ、カブといえば、そう、もう王様。こいつがいたからカブトムシ、クワガタムシが人気なだった可能性もありえるぐらいの人気者。でもこれ多分まあ反応すれば一瞬で終わるんで、じゃあ行きます、はい。でこの三角形の部分、ちょっと光沢がある三角形の羽の付け根みたいな場所、ここにカラフェロモン出るらしいんで、ここにめがけてオスを置きます、はい。お、気づくか。あ、でも、ま、舐めてるね、オスも。その背中を、あ、くるくるくる、お尻の方とか見てて。メスもいい感じで餌かぶりついて。あ、来た来た、くるくる、はい、入った入った。え、こっちの方が見やすいかな、そのスイッチが。あ、餌は一旦大丈夫ですね。お尻がもうヒクヒク押し出してるでしょ。完全にメスじゃんっていうのはもう気づいてるから、多分もう少しかな。あ、出た出た、出てる、わかる。あ、こっちの方がいいかな。これ生殖器が。あ、あ、入った、入るか、入った入った。あ、入ったね。おお、で、もうちょい押し込んでいくんで。オスもメスもしっかり成熟してるんで、はいはい、これで入りましたね。これでヘラクレスはね、結構長いんで、はい、まあ、1時間ぐらい、この状態になるかな。なるほど、結構早く終わります。早かったね、はい、なるほど、しっかり成熟、順調、うん、大丈夫そう。これで一時かかると思うんで、はい、この間に産卵セット組みましょうか。なのでこれ一回ここ置いときます。これちょっと気にしつつ産卵セット組んでいきます。まず、まあもうトロブネと、まあ僕ちょっとね、卵を採卵する期間が空いたりする可能性あるんで、デカめにするだけです。実際これちょっとデカすぎると思います、普通に考えたら。でかいですね、はい、で、まあデカいんで今回マット2つ、はい、ドバ、普通にちゃんと本当のことも言うから。あー、そういうことね。そうそうそう、まあ、これ、まあ、20リットル分なんで土が、まあ、一旦1リットル入れてます。でまあ足りないかな、多分10分の1ですね、今回は。結構乾燥してたんで、あ、マットによってはこれが、まあ、20分の1だったりになるんで、その土と水の割合が、まあ、これぐらいでまあ大丈夫かなとは。これもう詰めていく。僕結構固めに詰めます。固まりましたんで、まあ、これ押したら結構沈むんで、フラッシャー、配慮儀で、今どうです、まだ繋がってるな、はい、一心伝心だね、完全に。ああ、懐かしい。まあこれでラベルを書いてこの中に入れるって感じなんですけど、はい、せっかくなんで交尾終わったところも見せたいので、それまでちょっとしばらくお待ちください。これ見て、でもある、ちゃんと今見えると思う、赤い糸が。ああ、前分かるか、あ、来た。あ、これそれそれそれ、あ、これこれ、それこれですね、ここら辺の、こ
あ、ごめん。あ、これこれ、すごいついてる。これ見える？あ、これもそう、ここ。はい。これが赤いと、まあこれが、まあ、終了の合図というか。これ見えたらまあ一旦一安心かなっていう。なるほど。これがね、俺は詳しくは何なのか分かってないんだけど、正式名は分かんないけど赤い糸って呼んでるやつ、呼ばれてるやつかな。神聖な感じがしますね。この瞬間がやっぱたまんないよね。うん、この2匹が1つになった瞬間だから。で、ちょっと餌を、はい、これでまあ今ね、ちょっと寄り添ってる、なんか申し訳ないけど、はい、オスだけ離して。あ、なるほど。で、ここに、で、多分餌をある程度食べたらこう潜っていってくれると思うから、それまでしばらく、だからまあ2週間ぐらい放置して、で、卵で取り出す感じになると思います。で、これどうしてもこの隙間が空いちゃうんですよ、これ蓋してもここの空間というか、ここがまあそれで空気もで呼吸もできるんだけど、空気口みたいな、はい、だけど、まあ、ちょっとコバエもすごい入っちゃうんで、コバエ侵入対策で、まあ見栄えは悪いけど。で、あとはまあ3月だね、だから3月に1回掘り返して卵があるか確認してっていう感じになると思います。はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが小里田くんです。坂田です。あ、坂田か。ベーカリー。お前ベーカリーっていうの。採卵をしていこうと思います。採卵こちらです。お、はい、ヘラクレス、ヘラクレスです。ヘラクレス、世界最大。じゃあ早速行きましょうか。行きましょうよ。はい、よし、これで、じゃあひっくり返していきますんで。はい、行きましょう。はい、うわー、ここもすごいね、この量も。よし、あー、もう見える。え、メスが、いや、おお、すごい、めっちゃ綺麗にいるじゃん。もう見える、すごい。で、ここにメスが頑張って、はい、まだ全然元気だね。元気でしたね、ガーって動いてたから、うん、しかもこの崩れ方いい、なんか良さそうな気するよね。めちゃくちゃ走り回ってますね、いいイメージだな、はい、これもまあ2週間ぐらいか、17日なんで2週間か。よし、じゃあ何個あるか取り出していきましょう。まあもう1個以上は確定しましたから。そうね、なんかガチャでなんかもう虹色出たみたいなね。確かに当たりが1個出てるみたいな感じの、ね、気は楽だよね。よし、はい、綺麗ですね、相変わらず。あー、真っ白な、しかもちょっと膨らんでる感じするから、うん、まだまだありそうですね、これが最初の方に産んだ卵なら、うん、俺より、じゃあ三森さんより俺の方が喋ってますね、なんか。いや、そう、おしゃべりなんだって、魚魚はマジで。ちょっと名前間違えるのは最初だけにしてくださいよ。普段のテンションで呼んじゃったわ、魚って。あー、あった、あった、あった。え、どこ、ここあった。嘘。おー、すごいすごい、いいね、よかったよかった。はい、あ、でもいいね、いい感じで順調ですね、うん、まあ一旦柔らかいとこから削って。見落ち違いかな。あった、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 ありました。あ、すごい、素晴らしい、すごい爆散じゃないですか、ね、順調じゃない。はい、いや、でもまあもう4つ取れてるからね、なんかもうインパクトがすごいね。こっちも向こうも多分驚いてるやろ、まあ、こっちも驚いてますよね。そうそうそう、おー、細長いね、こんな長いんだよ、最初すごいっすよね、なんかこんな長いっけってぐらい。何これ、産み立てぐらいじゃない、なんかしかも、なんだこれ、めっちゃ長いね。これが膨らんで丸くなったらもっと大きくなりそうっすね、卵ですね。なんかこれ、いつもより長い気するな、久しぶりだからかな。なんだこれ。でもまあほんと細長い、最初はね、全然違う、みんな違いますね、うん、なんかやっぱ平均7は、あ、あったあった、お、いいですね、そのはじ、おお、これもそろそろ孵化するぐらいでかいね。すごい、もうちょい膨らむだろうけど、孵化してくれるかなとか、こいつらちょっと交尾短かったんだよなとかね、あります。あります、いいね。あ、あれ、あった、あった、気まずい空気を確かに脱会してくれた。あ、あった、あった、いいですね、綺麗、これ全部、ね、うん、健康そうな。さあ、あと1個ぐらいあったら嬉しいな。まあ2個あっても嬉しいですね。おー、え、
個出てきた。見た今の。肉はちょうど嬉しいですけどね。ね、すごかった。奇跡は起きるな。いいな、激会だな、激会。激会？神会とかじゃないですか。激烈いい会の略。こんな感じか。あ、でもまあ十分ですよ。よし、じゃあ一旦これで戻します。はい。はい、で結果とりあえずじゃあ卵何個取れたか。何個ですか。12個。え？素晴らしい。はい。すごっ。いい感じで取れましたね。よし。で、また再び止まり木セット。止まり木を。で、いいね。これ食べ出したら一回一通り食べてまた潜ってくれるから。まあ動画にするかわかんないですけど掘り出してっていうのを繰り返してる感じ。はい、でこれはまた管理はまあここになんか。これの生態の詳細書いて管理するっていう感じになります。いやー、よかったっすね、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンがぐしむちくんです。いや、ぐしけんです。けんか、一緒に伝説作っていこう。割り出しみたいなことをやっていこうと思います。はい、まあヘラクレスなんだけど、あの採卵とかするじゃん。産卵セットをひっくり返して卵を取って、でその後動画外でこう管理しますとか、その動画の途中でその卵を管理してるやつっていうのがあって、あれが孵化してからどうするのかっていう部分をまあやってなかったんで、そこやっていこうかなと。まあちょっとタイミング的にもいいので。でもこちらですね、はい、これで、この中にまあ卵をこうやって9個とか5個とか10個とか7個とか書いてあるんですよ。こう幼虫を小分けにしていくっていう、そう、そういう作業があって、だからまあとりあえず、孵化してるやつが何といるのかっていうのを確認する作業になります。あ、なるほど。よし、じゃあ早速1種類目からいきましょう。最初ね、これだけちょっとね、もしかしたら卵出てくるかもしれないけど、これは 172mm と 68mm をかけたやつかもしれないけど、ちょっと小映えも空いてますけども、卵含めまあ 7あればいい、ひとまずは。カチカチですね。そうっすね、いるんですか ね線虫もちょっと湧いちゃってるけど、いきますね。多分無精卵じゃないと思うからいてくれると思うんだけど、いなかったら結構ビビる。あ、結構ビビりそうだこれ。ビビる、大きさ。そんなのんきなこと言わないで。あ、卵ではありますね。ちょっと待ってね。あ、でも大丈夫そうな気するけどな。ちょっととりあえず一回ここ置いときます。やばいかこれ、もしかして。ちょっと非常事態かも。いや、ちょっとまずいかなこれ。まずいかもしんない。なんでだ。ちょっと、まあでもマットもちょっと劣化しちゃってるね。いなかったです。でも見た感じなんか無精卵っぽいな。孵化してこなさそうな卵というか、ちょっと誤算ですねこれは。とりあえずこの親はこの箱だけなんで、一旦これは。ああ、なるほど。そうだから他は見れると思います。じゃあこっから行きましょうか。こっからはまた別ので、もう有精卵なの確認できてるやつなんで、あ、ここはもういると思います。いなかったらもうちょっと終わり。よし、これで5匹いるはずです。合いました。ほら、この見てみて。ヘラクレスの幼虫、これが。こんなちっちゃいの。めちゃくちゃちっちゃい。こんな、こんだけ。こんなにちっちゃい。のがもうほんと、何百、百何グラムとか、百何十グラムみたいになるから。で、百、まあ十何センチみたいな。これもう同じ親なんで、このケースに入れていきます、このまま。こんな感じで一旦。あとは5いたら嬉しいねっていう。あ、言いましたね。あ、ここにもいるね。お、あと1。あ、言いました。これで OK。 おー、っていうこの孵化確認みたいなね。このまま順調にいきましょうか。はい、これ9ですね。はい、さっきより増えた。うん、基本まあ10以下で、まあ10匹ぐらいまでで管理してる、この中で。これも出てきてるから、素晴らしい。高い。いや、これバッチリですね。はい、はい、1、2、手でいこう。3、4、
ここでいこうか。おお、すごい、素晴らしい。こう追いました。あ、90。あれ、あ、9、あ、90。あ、10いた。あれ10入れたのか。じゃあ1個多かったですね。もしかして最後に卵見つけて1個入れたのかもしれない、まあ、とりあえずいましたね、全頭。ラストですね。これも10ですね。10、うん、いきます。はい、あ、いいね。すごいね、思います。はい、終わりますよ。おお、3、4、大きさでもう優しく、はい、いくらをつまむイメージで、もうほんと優しく優しくこう持ってあげてるんで。なるほど。今5かな。お、いました。したね、はい。あと3いればいいのか。お、よー、いた。すげえ、バッチリじゃない。あと1。あ、いないな。いないですね。いないですか。10数えてたとかね。いや、これで1,2,3,4,5,6,7,8,9 でしたね。そう、なんか1頭だけまあ欲しいなって、まあ孵化できなかったのか、卵しぼんじゃったのか、またまた幼虫になって欲しいになっちゃったのかっていう感じですけど、まあでも割合で言ったら25分の24だったんで、この子たちは、まあ、割合で言ったら全然いいですね、はい。で、まあ、結果的にこんな感じで、24ですね。はい、バッチリ。はい、で、これをどうするかっていう部分なんですけど、で、まあだからもうこっからはもう幼虫管理用のマット、これも一旦こう出して、これでも今後はこれを餌として食ってもらうんで。へえー、そう、これ食べる。そう、これ食べる。ちょっと水いるかな。水分前よりだいぶ少なめにしたんですけど、今も300ぐらいしか入れてないですね。まあ一旦水分与えて、まあでもこっからの工程は基本もう、あの、幼虫お引っ越しと同じような、このボトル処理はもう半分ぐらいして、で、まあ、さっきの幼虫、この子からいくか。で、まあちょっとくぼみをこういう感じでこう入れました。で、これを繰り返していくっていう感じなんですけど、これを今繰り返して、で、これもうこのカゴに僕はもうこれ同じ親なんで、もうまとめて、はい、そう、ラベル書く手間を省くために、まあ3ヶ月に1回ぐらいマット変えて、あとはもうこんな感じで、まあ、半分以下ぐらい、まあこれの繰り返しなんでね。で、ラスト、はい、これはもう同じ親なんで、こういう感じでもうここで統一して管理します。ヘラヘラのみたいな、なんていう名前で、親がどんなやつでみたいな、産地ここでみたいな、なんかこれはもう引き続きこう、ここの2枚もこういう感じでメモ帳みたいなので書いてっていう感じになります。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがサスケダくんです。坂田です。坂田か。西部定数作っていこう。ありがとうございます。お、早いんだよ。ヘラクレスオオカブトの幼虫のお引越しをします。おお、マット交換、土交換ですね。結構もう終盤の方のヘラクレスになるんで、はい、結構サイズもある程度大きくなってくれてたら嬉しいなと。今初齢も出始めて、はい、オスメスもうそろそろ分かるかなっていうやつもいるから確認していきましょう。はい、はい、今回お引越しする幼虫たち、こちらです。はい、10かな。これをマット交換していきます。はかり、これでもう測っていくんで、と、まあ一応受け皿みたいな。うわ、洋室作ってる。あら、これ陥没してるのが、確かに、そう、洋室を作るときに土を使うから、
すごい引きずり込む。でこんな土動かしたってことですか。そうそうそう、そんだけ使う溶質って。固めないといけないから、めっちゃ力使うじゃないですか。下に、あ、本当ださなぎになってますね。ちょっと早かったね。こういう場合どうするんですか。まだその全容っていうさなぎになる準備みたいな、はい、動かなくなるやつになってないから、これはもうこのままにします。放置なんですね。放置で一個無駄になっちゃいましたね。まあだから別のにちょっと代用します。あ、そっかそっか、うん、次、大丈夫かな。みんななってたらどうしよう、ね、大丈夫行きましょう、次これ。あ、本当全然さっき、うん、そうそう、陥没はしてないでしょ。そう、でもこう上っ面がやっぱ空気に触れたりとか小映えで劣化するから。これが 117g 2ヶ月前。あ、じゃあ、うん、どんぐらいだ。130とかなってたら、130なってたら嬉しい、嬉しいぐらいです。じゃあ行きましょう。あ、でけえ。お、でかくないですか。あ、でもちょっとでかくない。そう、でもでかいよねこれ。え、でも130はないな。117維持してたら嬉しいぐらいかもしれない、久しぶりに見たけど、でかいよ、ね、な。あ、109、ちょっと落ちてる。これで109。え、まあでも109でも全然立派にはなってくれるとは。大きいっすよ。これオスですか。これもオス。今回全部オス。まあでも元気そうでよかった、とりあえず。次こちら、じゃあ、101ですね。あら、さっきよりちっちゃいっすね。うん、いきます。どうだろう。ああー、でも立派立派。いや、大きいんじゃないですか、さっきより。あ、どうだろう、わかんないな。でも伸びてはいそうだね。同じぐらいな気がするな。104、多少ちょいアップ。この辺はでも誤差ないっすね、もう。まあそうね、109、104は見た目的には一緒か。うん、でけえ。まだでも110超えたり120超えたりしたら全然違うから、雰囲気。怖いっすよ、もう俺ちょっと。まあそうだよな、普通だったら見る機会ないサイズ。いや、怖いっすよ。次98、これあんま伸びてないと思う。その 111g が前回98になって落ちてたから。そんな落ちるんですね。そう、ちょっとね、多分巨食というか餌を受け付けなくなってきてるから。いきます。あー、でもやっぱちっちゃいね。ちっちゃいな。でもそんながっつり減ってる感じはしないけど、どうだ。さっきと一緒くらいな気がしますけどね。90下回ってなければ。あー、とりあえず93。やっぱちょっと下がってるな。減り続けるとやっぱ怖いですね。そうそうそう、やっぱ餌も見た感じ糞もないから、餌をあんまり食ってる感じがないから。自分の体液を養分に生きてるって感じですか。そう、だから粘ってる感じだから。こういう巨食とか起きたりするんだけど、そういう子はもう早めにサナギになってほしい。さあ次、 118g。 あ、大きくなってたら。ちょっと大きい、うん、大きくなってたら120超えてる可能性も、うん、120いってるんじゃないかという感じですが、どうでしょう。頼む。お、あー、でもでかい。でかいっすね。うん、ちゃんと食ってはいるし。どうだ、増えてる可能性。でも一緒ぐらいな気がするな。110いってたらとりあえず OK かな。109。え、減ったってことですか。減った。ちょっとやばいな。なんだ、みんななんで食わないんだ。そう、4匹今交換してるんで、次が5匹目ですね。さあ次、117。これも、これがどうか。あ、見えます、横見えますよ。あ、いるね。ちょっとどうだろうな。順調に育ってくれてれば120いってるだろうっていう感じ。いきます。大きいかな。おー、でかそう。ちゃんと育ってくれてそう。でかくない。あ、でかいね、でかいね。これ120超えてるかな。なんかでかいっすね、うん、いい感じ。いきます。あー、127、素晴らしい。すげえ、 10g アップ。よかったよかった。でかいもん。こんな感じでみんな育ってくれてればな。なんかしかもこいつちょっと黄色っぽいっすね。そう、ちょっとだからもう黄色くなっていったら、こうもうすぐサナギになるよっていう合図。なんか俺こんなヘラクレスがまっすぐになるとかあんま見たことないんですけど、幼虫が。そう、でも意外となるんだよこいつは。でももうちょっと伸びてくれるかもしれない、もしかしたら。食うかもしれないですね、うん、いや立派、いい感じです。次110。110か、うん、あーでもこれもちょっと落ちてる。前回から落ちてる感じ。じゃあ行きましょう。育ってるでしょうか。110が、はい。あれ、どうだ。ちょっとちっちゃい気がするかな、うん、さっきの、さっきの見たからちっちゃく見えるだけかもしんない。いやでも110はないかもな。ちょっと下がってるかもしれない。さあ、あー変わらず。でもまあ意外と良かった。とりあえず
変わらずですね、現状維持。ここで多分サナギになるかな。1年から1年半で羽化してくるから、この交換でサナギになるやつが全然出てくると。で、次これ、お、いいね。え、前回が123、お、だから 7g 伸びてくれてれば130。さあ、もうパッと見てわかるからね。そうそうそう、雰囲気が違う。あれ、いない。どうだ。あ、いたいたいた。はい、お、あー、いや、あ、でもそんなだな。そんなだな。いや、一瞬ね、うん、太さはあったけど、そうね、長さがそんなない。あれ、ちょっと落ちたか。いきます。どうだ。あー、落ちてる。え、めっちゃ落ちてるじゃないですか。糞も あんまなかったしな。え、こういうのって珍しくもないですか、意外と。みんなで落ちるときは落ちる、マットの感じとか。でもみんな軒並み落ちてるってことは、多分その今回用意したマットがあんまり状態よろしくなかったかも。か、なんかタイミングが悪かったのかとか、うん、そう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 、可能性ありますね、うん、よし、で、あと2じゃない。あと2ですね。あと2個しかないの。もう早いな。これが 105g ですね。でも成長は一番順調かもしれない。あ、増えてるといいですね。ガンガンガンって上がってるから、もしかしたらある。いきます。どうだろう。あれ、え、今めでかいっすよ。お、ちょっとだけ。え、どうだろう、土に。あ、でもでかい、でかくなってますよね。でかいでかい、まだ伸びそうだし。110とかいってたのかもしれない。110ぐらいありそうだな。いきます。おー、122。すごっ。こいつ多分だいぶでかくなるな。まだ白いんで。真っ白っすよね、うん、これマジ伝説の始まりかもしれない。マジで本当に伝説始まっちゃうかもしれないですね。完璧です。で、ラスト、次ラストか。これが一番でかい、実は。え、で、成長もいい感じで来てて、最後129です。129、元が。だから 1g いけばもう130。おー、そう、だからさっきのやつみたいにね、下がってなければ。いや、150いこう。150いきましょう。綺麗に終わろう。いきましょう。さあ、無事であってほしいですね。え、お、でかい。こ、あ、これいいね。130いったんじゃないですか。130はありますね。黄色くなってるから、もう、うん、ここで多分伸びはあと 1-2g 伸びてくれたらいいかなぐらい。何グラムだろう。どうだ。さあ、これラスト、もともと129。はい。落ちたんかい。120。え、大きいと思ったんだけどな。127か。まあ、でかいけどね。130いったと思ったんですけどね。いったと思っちゃった。まあでも、まあでも、まあ誤差っちゃ誤差だから。2g なんでね、うん、まあその成長はそんなしてなかったって感じかな。でかいな。でも130、140見たかったけどね。最後127でした。ちょっと落ちましたが、とりあえず9と全部終了です。はいはい、はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが神奈川県軍です。具志堅ですよ。おお、一緒に伝説作っていこう。そう、はい、マット交換。おお、マット交換、まあ、土お引越し、幼虫のお引越しですね、うん、今回はヘラクレスオオカブトのお引越しをやっていきます。あ、ここの体重が結構もう、ね、直にサイズに出てくるかなっていう感じが結構大事。まあ早速行きましょうか。いや、もう多いな。これ全部ヘラクレスのオスで、まあ、これでマット交換したらサナギになるかなっていう子たちなんで、数で言うと28匹。じゃあ早速参りましょう。これで測っていくって感じで、まあ、とりあえず前回よりも体重上がってたら一安心だよね。なるほど。ちょっと下がってたら、まあ、ちょっと心配な部分も出てくるかなっていう。まあ120とりあえず超えてくれてればいいんだけど、はいはい、140とかあったら最高だよねって感じでやっていきましょう。1匹目、サナギとかもいるかもしれないけどね。 88g、 これからいきます。88が、まあ、だからこいつは3桁とかになってくれてればとりあえずいいかな。さあ、いきましょう。どうだ、作ってないよね、うん、多分大丈夫か。よし、行きましょう。おお、はい、ようやく出てきました。ヘラクレスの幼虫です。まあでも、そう、痩せたりしてる感じはないな。プラスでは、プラス、まあちょっと上がってくれてると思う。うん、さあ、これが何グラムか。まあ、でも100いってなさそうだな。90代だと思います。じゃあ行きましょう。
はい、91。90、まあまあまあ、3グラムアップか。はい、130ミリになってくれてればいいかなって感じだね、とりあえず。とりあえず元気そうでよかったです。とりあえず1匹目で、次は93グラム、100乗ってればいいかなっていう感じだけど、うん、ちょっとね、こいつに関しては111グラムが最大で、そっからちょっと落ちてきてるって感じ。うーん、ちょっとマットの劣化とかが起きちゃって、そっから体重落ちちゃってるから、前回マットを変えたことによってちょっと変わってくれてればいいかなっていう部分ですね。ちょっと心配ですが、うーん、いきます。あ、いますね。よかったよかった、元気そう。はい、おお、でかいでかい。おお、めっちゃでかいじゃん。戻ったんじゃない体重。おお、ほら、ねえ、全然でかいもんね。太いな、ごっついよね。ほんと2本指ぐらい、タチウオぐらいよ。わかんない、宮崎の港で取れたあのいきます。100は超えてますね。わ、すごいじゃないですか。111まで上がって戻ってくれると124。めちゃくちゃ上がってました。ドヒャーあ、でもよかった、全然完全復活してます。すごいな、よかったよかった。124。そうだから、ま、やっぱマットの劣化にが起きてて、こう、こんなん食えないよってなってたっていう感じじゃない。そこからマット交換して復活した。よっしゃ、いい感じ。さあ、そして次104ですね。はいはい、前回 104g って感じ。行きましょう。あ、良さそうじゃない？おー、でかい。そうだ、でかいわ。おお、むちゃでかですね。ねえ、これ見て、ほら。おお、こんなに伸びて、もうバナナじゃん。ねえ、それぐらいいても過言ではない。島バナナ。島バナナよりでかいよ、ね。長さもすごいな。ねえ、これ。全長というか。104。さあ、何グラムか。おお、135。135だ。えぐい。104からだから。29。29。一緒ぐらいですか。あ、29。31だ。31。めちゃくちゃ上がってるね。おお。マット変えてから格段に上がりましたね。うんうんうん。次82グラム。なるほど。いきましょう。はい。どうだ。あーでもそんなかな。そのさっきのがでかすぎたから、はい、これメスか。ダニすごいな。あ、でもオスだ。ダニがすごいですね。まあ、一応まあ問題ないんですけど、気になる人はぬるま湯みたいな25度ぐらいの水にこう一瞬一瞬こうつけて流してあげたりとかしてもいいとは思う。分かりましょう。そんなに大きくないですけど、まあでも82だから現状維持ぐらいかな。いきます。あ、でも90いってる。すごい。だから最初のやつと一緒か。あー、はいはいはい。そう考えたらやっぱサイズでかいの見た後ってちっちゃく感じるね。そうですね。100超えが基準になるのかね。まあでも増えプラスはいい。いや、でも全然 9g アップ、全然悪くない、うん。さあ、そして次、お、良さそうだな。これが 95g。 はいが、どうなってくるか。さあ、行きましょう。結構食ってるから大きくなってると思う。行きます。おお、まあまあまあでかい。プラスじゃないですか。でかそう。全然プラスではあるね。おお、でかい。黄色いね、しっかり。黄色くなってきたらやっぱ幼虫がサナギになる手前みたいな。さあ、行きます。100はいってそうだな。112。112、すごい、いいよ。112でちょっとちっちゃく感じてるのはやっぱすごいね。135の脅威。はい、次、あれ、これがちょっと怖いな。44g。2020年7月でだから、でしかも途中 57g から落ちてるからちょっと分かんない正直。はい、でっかい。いきます。あ、ちょっとダメでした。ああ、欲しいなってました。あ、ちょっともう幼虫が完全に弱っちゃってた感じかな。うん、まあ、ちょっと気を取り直して次が 76g。 うん、これも7月のやつ。はい、100とか乗ってくれてればいいけどね、まだ成長してくれるはずだから。はい、あー、あー、でもまあまあ大きい。100はいってないかな。
うだ、100はいってそうかな。だいぶ大きくはなってくれてるね。いいプラスじゃないですか、うん、全然プラス。90代かな、いきます。あ、標王100。確かに100の前、うん、興味でね。いやいや、まあまあ、喜び出ちゃった。次は、あ、これは109ですね。おで、最大体重は117から落ちて109って感じ。でも全あれがね、135のやつもそんな感じだから、はい、全然希望はあります。じゃあ行きましょう。あ、どうだ、大丈夫か。あ、消えた。あ、でけえ。おお。宴みたいな。一本締めみたいな。確かに一本締めだった。帰りたいじゃん。いや、でかいでかい。ごついね。太い。ごつい。ぶっとい。これもストレートの回転修正のボールとほぼ一緒だもんな。いや、でかいっすね。これも120はいってんじゃない、とりあえず。さあ、いきます。132。素晴らしい。すげえ。やっぱすごいわ。さあ、そしてこれも良さそう。これ109。お、前回最大が118から落ちて109だったんで。でもね、今までの法則でいくと言ったらバン、うん、すごいことになってる。バンを手で表してます。そのここじゃ行きましょう。さあ、どうだ。あ、見えた見えた。え、全員どうだ。おお、でけえ。でかっ。地球かと思ったわ。でかいな。白いし、むちゃでけえ。これ140いったんじゃない。太い太いね、マジで太いな。もう竜だもんね。ちょっとこんなんさ。収まってるんだ。いや、本当にこじんまりとはしてるけど。めちゃでかいわ、これ。かっこよ。怖い怖いね。顎あるから気をつけて。こんなすごい。測りましょう。140いってると思います。これは強烈なんで。144。この回だよね、これ。もう記憶が。もう視界とか大丈夫ですか。いやいやいや。やめてよ。いや、でも、いや、素晴らしい。これは嬉しい。ついに現れましたね。久しぶりの140台です。だって 35g アップですから。跳ね上がりましたね。やっぱポテンシャルは高かったんだ。いや、すごい。こんな、見て、これ。めちゃくちゃ潜るの早いんだよ。ほら。本当だ。まだじゃあ、お腹空いてるのか。それ、まあ、鬱陶しいんだよ、俺らが。すごいよな。おーおー、そう。力ありますね。力はやっぱめっちゃある。いや、素晴らしい。そんな中で 113g ですね、次が。これは。うん。こいつは順調に上がってきてる。あ、なるほど。うん。良さそう。じゃあ、いきます。あ、でもさっきのではでかくないか。いや、でかいけどね。でも太くて、うん、全然でかい。13よりは余裕だね。100でも20後半かな。いきます。132。もう132だよ。それでは、うーんみたいなこと言っちゃいましたね。ねえ。130です。ごいな、人間の慣れって。いや、素晴らしいです。132。はい、でかいもん。やっぱちょっとテンション上がっちゃうな、こんだけすくすく育ってくれると。さあ、次が、89g。 ちょっと小ぶり、はい、ですが、どうでしょう。さあ、でも結構食べてる感じはするんで、じゃあ参ります。あ、でもそんなかな。ダニがすごい。そんなか。でも100はいってんのかな。あ、でもまあ100はどうだろうな。であれば、うん、89なんで、ひとまず、まあ、90代以上になってくれてたら嬉しいかな。あ、でもこれで105か。だからもうちょっと目がおかしくなってるね。ちょっとすごいね。慣れてますね。うん、すごいすごい。ずっと地球見てるから。あー、地球ってまだ使ってたのかな、あの子。いやいや、144のやつ。そう、
次これいきましょう。 110g。 うん、だから30上がってたら140。はい、いきます。あ、いた、いた、はい、あ、でかいでかい、でかいですね。あ、でかいぞ。おー、むちゃでかじゃない？迫力ある。140ないかな。いきます。145。おー、やば。どうしろどうしろ。いやいや、どうしろ。ごめんごめん、ケンシロウみたいな。どうしろ。わ、すごい。145、 35g アップ。すごいことになってます。テンションしか上がんないな。夏が始まりました、僕の。始まり宣言、始まり宣言。145、巨大すぎるな。127g。 そう、もう呼吸しかできないよな。言葉出ないよね。そう、だから今のとこ 35g アップが一番大きいから、確かそう考えた時に160乗ってる可能性もなくはない。うん、ベスト、うん、しかもこいつに関しては順調に育ってるから、あ、そこで言ってもいい感じだ。全容になっちゃってて、まだまだその全容になりきってはないから、多分まだひっくり返せもしないですね。本当に難しい時期だ。うん、だからこいつはもうさなぎになってから多分動画にすると思います。すいません、こいつ、こいつでいきましょう。122g。 だから150超えたら最高ですね。いきます。はい、おおお、でかい。え、でかいんじゃん。あ、でかっ。僕の手めっちゃでかいんですよ。確かに。そう、190cm、 大谷翔平よりでかくて僕。手が、そう、手が。そう、全然身長は176なんだけど、やばくない？でかすぎるって。伝わる？ちょっとほら、こう分かる？この顔と、顔とじゃ無理か。こんな、ほら竜って、こんな。ほら、すごい。いきます。122、150乗るか。これラストです。はい、参ります。136。おお。いや、全然いいんだけどね。全然いい、全然いいんだけど。 14g アップ。いや、でもすごいっすよ。すごいね。これでちょっと残念な雰囲気になるのがすごいこと。まあ、あいつらがすごすぎたってだけだから。いや、でかいっすよ、ね、いや、でかいでかい。素晴らしい結果でした。半分交換した結果、最大は 145g と、でその次が 144 と、で 130g 台も結構いて、はい、なんか久しぶりに、こう久しぶりなのか、こんだけ130台とかが多かったのは初かもしれない。素晴らしい結果ですね。はい、うん、衝撃的サイズの巨大幼虫現りました。どうもこんにちは、みのりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが平仮名さんです。平岡、平岡さんか。一緒にデビューつけてる。こぶし。ヘラクレス、ヘラクレスの作業なんですけど、マット交換、マット交換します。マット交換立ちないかい。もう最後です。なるほど。じゃあ、はい、ここで、はい、ここの、まあ、幼虫のサイズっていうのがもう直結、もうほぼほぼ直結されるんで、うわー、これはでも大事な大事な作業、大事ですね。今年こそ160ミリ超えれるんじゃないかと、伝説を見守ってほしいですね。はい、はい、こちら15セットですね。15セット、はい、第一陣ですね。なるほど。僕は YouTube 上げた時からの目標が、まずヘラクレスは160ミリをいうところで、はい、になってるんで、うん、まあそこを目指していく中ですごい大事なことですね。そうですね、はい、1匹目、まあ、ここ大事ですからね。いや、一発目トップバッター、はい、そう、大事なんですが、この子はねめちゃくちゃ成長滞ってる子で、おー、はい、なるほど。前回が 68g、うん、おー、ちっちゃいね。ちょっとちっちゃいです。ちょっとこのまま星になっちゃうんじゃないかなと心配したところで、でもまあちょっと上がってくれてみたいな。まあそうですね、はい、一旦一安心したんですけど、はい、まあここでどうなってるかっていうところです ね、 ね、またさらに伸びてくれてたら嬉しいけどね、うん、そうですね。いきましょうか。もしかしたら、あ、
いました、いました。あ、ちょっと行きましょうか。はい、はい、いましたね。よかった。うん、あ、でもやっぱちっちゃいですね。そうですね、久しぶりに見たな、ヘラクレスの幼虫。そうですね、うん、息吹きかけて。はい、どうしたの。これさつまいもなんですよ、実は。そうなん、はい、言わせてたけど。ふかしてあるよ。はい、さつまいも動くね。そう、7月ふかってそういう意味です。あ、いや違うよ。さあ、じゃあ行きましょう、1匹目。まあ、70行ってたらいいけど。はい、あー、下がっちゃった。まあまあまあ、まあ、あとはもう本当に元気にっていうところだよね。そうですね、もう見た感じも糞がほぼないんで、3ヶ月入れてても、うん、食べてへんかったんかな。うん、で、この下の残りの土もほぼないんで、うん、そうやね、ほんまちょろっとある感じやもんな。うん、そうですね、やっぱイメージとしてやっぱ糞がいっぱいあるイメージだから。うん、そう、だから糞がやっぱ多くなればなるほどしっかり食べてくれて健康ではあるんですけど、うん、まあでもとりあえずそのしぼんではいるけど、その張りはまだあるんで。そうですね、うん、なんとかもうこの流れでさなぎのスイッチ入ってほしいですね。そうだね、はい、頑張ってほしいです。でもこっからは多分そのちょっと心配な子っていうのはいないかな、一旦。次が 98g。 あ、一気に上がりますね、はい、ただね、こいつね、まあ、コブズレってやつです。コブズレっていうのがちょっと何なのかっていうのもあると思うんで、まあ、出てから見せましょうか。じゃあ参りましょう、 98g。 はい、さあ、どうでしょうか。お、来ました。あ、でもめっちゃしっかり育ってますね。なんかやっぱさっきのこと比べると素晴らしいですよ。だいぶでかく見える。そう、こう見た時めっちゃでかいですね、うん、てかやっぱあの子の後だから余計に。余計ですね。これがもうこう全然普通に見えるじゃないですか。見えます。実はこれこう分かります、うん、このね、あ、うん、ここ綺麗に均等にいくはずなんですけど、はいはいはい、こういう風になんか確かにな、コブみたいになってるじゃないですか。うん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 、そういう、そう、この、なんていうんですか、芝がずれちゃうことをコブズレって言うんですけど、これは何か影響はやっぱりしてくるのかな、サナギになるときは。やっぱり、羽化しにくい印象はありますけどね。ただ、こう、コブズレになったからといって全然羽化しないわけではないって感じです。なるほど、はい、あとここはこの子に頑張ってもらうという。そうですね、で、こう見た感じは全然しっかり育ってくれてるんで、はい、このまま行ってくれればいいかなって感じです。はい、さあ、どうでしょうか。100は超えてそう、110ぐらいありそうですけどね。110いきます。おー、素晴らしい。 いい成長してますよ。いや、もうすごいですね、うん、20近く伸びて、20近く伸びてますね、はい、で、そう、この感じよね、やっぱり。そうそう、こういう感じで糞が、やっぱ明らかに糞が多い。そうですね、この感じ。 あんまり糞拾えなくてすみません、うん、まあ、土だけ、こした結果、土だけ残りましたけど、はい、ほら、こういう感じで、こういう感じでね、そう、土、糞をやっぱしっかりしてくれる子が、やっぱ健康ですね、はい、なんか元気は元気ですね。いや、よかった、うん、元気で。この調子でいってほしいな。 116g、 ちょっと 68g の子がいます。おー、先じゃあそれは言っときましょう。そうですね、さ、だから最初の子と同じぐらいですね、その、はい、最初の子と同じ体重かな。で、この子も途中 80g になってたんですけど、 ある日境に 57g に落ちちゃって、一気に。これ落ち方的にも本当良くないなっていう落ち方しちゃった。さあ、行きましょうか。ちょっと優しめに。あれ、ちょっと怖いな、バタッと落ちてこないですね、感じがね。あれ、待って、ここか。あ、全容です。あ、全容になってますね。はい、ちょっと開けていいですか。作ろうとしてたのかな。あ、やっぱちょっと小ぶりやな。小ぶりですけど、うん、確かにもう全容ですね。全容ですね。そう、このシワクチャになってる状態、うん、このシワになってるじゃないですか、はいはいはい、ただちょっと早かったかもな。ああ、なるのが。はい。いや、この割っちゃうのが。あ、なるほどね。もうちょっとでサナギになる。あ、でも大丈夫かな。シワクチャになってても、例えば初期の方だったら、はい、例えばこの状態人工輸出入れるじゃないですか、うん、そうしちゃうとそのサナギの部屋作ったはずなのになんか違うんだけどみたいになって、うん、その洋室壊しちゃうんですよ、人工輸出を。そう、まだちょっと顎が機能する状態というか。なるほどね。ちょっともしかしたらまだそこですね。ちょっと待たなかった、はい、まだちょっとこう幼虫の芋虫感というかこう、うん、うねうねする感じ、はい、あるじゃないですか。まだちょっと幼虫の感じがあるんですけど、うん、全容になるともうこのうねうねっていうよりはもう腹筋運動みたいな、ここの、ここあたりの動きしかなくなるんで、はいはいはい、ちょっと早かったですね。この上でちょっと置いといて様子見ましょうか、一旦。もちろんこのままだとサナギになった時に良くないんで、この、うん、
この感じだと。ここで一旦潜るようだったらやっぱ洋室もう一回作り直そうとするんで、はいはい、その時はちょっと土入れてその糞とか混ぜつつやるんですけ ど、はい、まあ、でもタイミング的にはこのまま潜ろうとせずに全容まで行ってくれる気はしますけど、うんうんうん、とりあえずまあちょっと待つ、うん、ちょっと待ちます、はい、ということで、まあ、3匹目の子は全容に近かったんで、あの、まあ、体重はもう一旦なしで、はい、行きましょう。次いきましょう、はい、106g、106g、はい、おーもう3桁いきましたね。最大ですね。そうですね、この貝貝の事前のやつでいうと、うん、そうですね。でマットの感じも悪くなさそうなんで、そう、うん、だから中にはちょっと全容になり始めもいるかもしれないですね。どういう状態で、お、いい感じで、お、すごいいいぞ、いい感じで来るか、来ました。おお、おつくな、まあ、おつい、これはいや、でかいでかいでかい、でかいですね。いい感じですね。うん、もうこんな真っ黄色です。もうこれはもうもう完全に今回でサナギになるでしょうね。もうそういう感じなんです。はい。いや、いいですね。いや、でかいですよ。結構。120いってるかもな。いってるでしょう。信じて。行きましょうか。行きましょう。行きます。はい、おー、恐ろしい、でも。まあでも、うん、今日一番。今日一です。出ましたね。ごついな、やっぱりパンパンやね。そうですね、もうパンパンですね。次は 91g 言いました。 91g、 はいはい、まあでもそうですね、 90g 台の子は2匹目ですけど、はい、その子、1匹の子はね、はい、116まで行ってましたから、そうですね、ちょっと期待しましょう。さあ、どうですか、どうでしょうかね。あ、待って、あ、わー、やばい、よくないな、しぼんでるな、ちっちゃくなってますね。そうですね、あんまり良くなかったかな、完全にしぼんじゃってますね。70ぐらいかもな、80、うん、ちょっとよろしくなかったかもしれないです。まあまあまあ、まだ、いや、まあまあ、でもこの流れで孵化してほしいな。まあ、その完全に絞り切ってるって感じじゃなくて、全然こう成虫になる希望が見える状態ではあるんで、このまま行ってほしいですね。この子こういう感じで色が変色しちゃってるじゃないですか。そう、こういうやっぱ良くない、ちょっとマットの状態が良くなかった時とかに起きやすかったりしますね。皮膚病的なことに近い感じです。で、そう、まあこういう風にそのマットの状態が悪くて、こう劣化した土とかがずっとこびりついて、なんか不衛生みたいな感じですかね。あー、なるほどね。だと起きやすかったり、あとはシンプルにこう幼虫同士噛み合った時とかもちょっとかさぶたみたいな感じですけど、それはなるほどな、とかにもなるんで、ちょっと心配ではありますけど、無事に羽化まで行ってほしいですね。頑張ってほしいね、はい、さあ、そして気を取り直して、はい、次100、はい、さっきの子よりはちょっと大きいってことです。そうだよね。さあ、どうだ、この感じはまあ悪くなさそうですけど、しっかり食べてる時の上の上っ面の状態というか、はいはいはい、このちょっと地割れが起き始めてるみたいな、はいはいはい、で、洋室とか作り始めた時は、うん、一部が陥没してるみたいになるんですけど、まだそんな感じで、そういう感じとはまた別の感じなんで、なんだ、コロコロ転がっていく、ね、そうですね、いきます。おお、素晴らしい、いいですね、完璧ですね、大きい、よかったよかった、いい、いい感じ、110ぐらいありそうですね、ぐらい、おー、 おー、いいね、おー、いいですね、伸びてますね、伸びてます、110、おー、元気元気、ライオングラムです。だどういうこと、すいません、110g と勘違いします。あー、110の方ね、はい、調子いいですね、なんか、調子いい、上げてきてる、リコビタンデーとか飲みました、もしかして。飲んでないよ、何も、唾だけ飲んでる。いやいや、どんだけ緊迫してるんですか。どういうことだよ、ピタピタの子、120g、 ビタビタすごいやん、ジャストです、ジャスト120、今回で言うと今一番大きい、いや、これいいです、しかもジャストという、期待できるんじゃない、はい、これ期待できます、しかもめっちゃミー、あ、めっちゃいいですよ、めっちゃミーつ、はい、めちゃくちゃ私です、私、はい、めっちゃミーしかもめちゃくちゃ私なんですけど、はい、これ見て、お、この状態すごいんで、で、洋室作ってる感じもないですね、ここで、あ、ほんと、ここにいていてくれてます、行、うん、きます、行きます、お、いいね、いいうんち、うわー、ごっつい、今だ、これ130、140いってんじゃない、140いってますか、
行かせていただきます。行かせていただきましょう。140を目指して、140目指して、でも140近いと思う、衝撃がね。いや確かに衝撃はね、まあ本当感じ方次第なんで、はい、それぞれですけど自由ですから。まあでも伸びてますからね。伸びてくれてよかった。とりあえずいやいいですよ。やっぱ120超えるといかついな、うん、120とは全然違いますね。また、うん、一気にでかって思ったもん、うん、7g アップか。7g アップですね。まあでも127、全然十分です。いやー、お見事なサイズ。今までのイメージでいくと、うん、まあ150mm台にはなるかなって感じですね。そうだね、うん、次、残り、2、4、6、8、8ですね。次でラストにします。次でラスト。残りは、またちょっと前編後編じゃないですけど、うん、みたいな感じで分けて、あ、なるほど、はい、聞かせていただきます。第2位の子いきましょうか。グラム数の15頭中の、はい、15頭中のグラム数でいうと2位の子いきましょう。 141g です。うわ、でかっ。もうすでにや、はい、すでに160になる可能性を秘めてる子、うん、すごいな、うん、これが順調にいってくれてればいいですね。じゃあ参ります。はい、あ、いいんじゃないか。土の感じは、土の感じ良さそうですね。良さげな、あ、確かにボコボコで、うん、見て、糞もめっちゃでかいっす。でかっ。だから結構やっぱ大きさ期待できるかもしれないです。いいですね、これはすごいんじゃないですか、うん、行きましょうか。どうでしょう、どうでしょうか。参ります。はい、お、どうだって、こっちょっと、え、待って、バカでかくない。え、バカでかいぞ。バカでかいやん。おい、地球が生まれたぞ。150は絶対行ったんだよ。え、めっちゃでかい。これはめっちゃでかい。170あるんじゃないってぐらい。いや、わかる。なんか増加物のインパクトなんですけど。確かに、バンって出た時最初土かぶってて、はい、見えにくって、そうっすね。え、もしかしてこの部分もと思ったら、バカでかい。いや、バカでかいです。これはめちゃくちゃでかいんだよ。これやばい。やばでかい。 え、めっちゃでかくない。おぉ、シンバが生まれました。シンバや、あの、じゃあマントヒヒか、ミモリか。ちょっと測ってみましょうか。いや、これやばいんじゃない。いや、これすごいな。これマジでめっちゃでかい。150はあるでしょ。ちょっといきます。170あると思う、俺。ミモリは70まで、はい、これでかいわ。やばいっすね、この感じが。入ろう、入りきらなそうやもん、はい、おー、163。すごい、すごい。モンスターが出てきた。誕生しました。あとはもう、この子が、そうですね、浮かまで、さなぎになって。いや、そうですね、そこの心配ありますね。でかっ。いかついな。え、めっちゃインパクトあったわ。インパクトエグかったですね。やっぱ全然違うな、何グラムか変わるだけで。いや、これマジでかくない。いや、これはすごい、これはすごい。いや、これ最後こいつで良かったですね。いや、締めはすごい。いや、無事浮かしてきてほしいですね。いやー、すごいのが出た。いや、すごかったわ、やっぱ、うん、すごっ。え、三森くん史上の最大のグラム数って何本？150です。え、もうグラムで言ったら超えてました、余裕で。大幅更新、大幅更新です。まあ、もちろんね、まあよく言うけど、グラムが全てじゃないとは言え、そうですね、ただ期待はできるよね。そうですね、その分のポテンシャルというか、はい、可能性は出て広がるんで。だから感覚で言うと、東大行った方がこう食の選択肢が広がるみたいな感じ。まあまあ、そうやな、はい、勉強できた方がみたいな。これ東大生か。東大生ですね。ということで、前半以上です。いやー、素晴らしい。いや、すごい、見事なトリを務めてくれた。完璧な流れでしたね。いや、良かったですよ。おぉ、163で、まあ他の子もとりあえず、うん、まだ大丈夫そうで一安心です。そうですね、うん、で、一番心配だった子も、うん、まあ、全容の、兆しが見える状態で、はいはい、なんとかさなぎになろうとしてくれてて、うん、うん、いや、いい回になりました、本当に。いや、良かったです。良かったです。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが平泳ぎ岡さんです。平岡、あー、平泳ぎ伝説作ってこう。いや、作ってこう。ヘラクレス、ヘラクレスのマット交換します。はい、前回がね、8頭、マット交換しまして、はい、残り7頭っていう感じになるんですけど、うん、じゃあ一発目からいきましょうか。もういきましょう。 124g。 いやマジで、はい、はい、そこをもう超えてきてる。うわ、やばいな、今回感覚やばいです。あ、はい、あ、でもいい感じ。そうだ、良さそうです、うん、そう、このちょっとね、この地割れの感じはすごい良くて、うん、動いて食べてるって感じね。さなぎの陥没とはまた違うんで、はい、じゃあちょっと行きましょう。1匹目、
感じで、うん、いや、いいっすよ。おー、はい、でかいぞ。20上がってんじゃない。140ありそうだよ。いってんじゃない。ありますね。僕らさっき160見たんですけど、それでも大きく感じるぐらいやから、ね、そうですね。音ってないって感じするから140ありそうな気するな、うん、そうやな。これは取ったんじゃない。140行きましょうか。1匹目。うわあ、いや、でかかったもん。いや、衝撃が続きますこれは。いや、すごいよ。一発目かこれ。マジで140。本当に俺か飼育したのは。それ言ったらっていう自虐。ちょ、やめてくださいよ。本当にそう思う人出てきちゃうじゃないですか。嬉しい。でもやっぱマット変えたのが一番でかいですね、多分。一桁台ですね、そのグラムのランキングで言ったら、はい、131g。 うお、130g 台。もうすでに130台。もうすでに130台でございます。さあ、上はどんな状態。おお、完璧です。ああ、いい感じの、うん、なんならちょっとマット交換遅かったかなぐらいしっかり食ってますね。見てください、うんこが。うわっ、うさぎや。でかっ。行きましょうか。マジ来た。大丈夫かな。行きます。はい。ああ。でっけぇ。これはでも同じぐらいかな。ちょっと大きいかもしれないぐらいかな。ぐらいよね。いや、でも140あるんじゃない。いや、140ありますよね。なんかもうこのサイズで驚かなくなってきてますもんね、まあ、前回から比べて。前回のやつを見たからな。確かに。でもこれ140ぐらいはあるよね。いや、140はあります。これごつ、うわぁ、でかい。だうわ、ずっしりしてる。ずっしり。うわうわ、重力が一気になったよ。それは変わった、星が。重力茶。重力で、ね、16で。いやいや、正解言ってるみたいになるんで僕が。いきましょう、131からどうでしょうか。おお、143来ました。140連発。やばいな。やばいね、衝撃ですよ。こいつが 132g。 はい、 1g 多いって感じ。 1g、 はい。これが、こいつはね、今までのこれ、2020年の6月とか7月の子なんですけど、はい、こいつはちょっと遅くて、はい、5月です。おお、はい、早くてか。あ、早くて、はい、孵化するのが早かった子。はいはいはい。さあ、行きましょうか。行きましょう。さあ、どうでしょう。いい感じですね、とりあえず。土の感じもいい。参ります。うわー、でかい。でけえな、マジで。これまた140台や。140台ですね、うん、30、いや、でも40か、30か。ちょっと、でも一回りちっちゃいって感じちゃうな。しちゃうぐらいか。30台か。130かもな。あー、いや、十分ですけどね。いや、十分ですね。さあ、測ってみましょう。130後半かな。うわ、全然でけえじゃん。でけえ。誰だお前。なんなら今日一誰だよ。でけえ。え、もうわけわかんない。わからんな。え、なんか見た感じはね、ちょっと長さだ、まあ縮こまったりしたタイミングでかな。なんかもうわからなくなってきてるな。え、何が起きてるんでしょうか。やばいぞ、140台を連発する。連発やばいな。やばいっすね。だから高校時代の斎藤佑樹みたいな。いや、確かに感じですね。さあ、次。はい、次が、134g。 おお、先ほどのより 2g 重いって感じですね。今までの子と親が違くて、今までが 153.6 と 70.9 からの子なんですけど、はい、この子は前動画にもしてる子で、新しくヘラクレスを購入したやつっていうので、はいはい、めっちゃ前に上げてるんですけど、うん、2020年の7月孵化で、とりあえず、はい、オスが172.0mm。 あー、はいはい。で、メスは 168.1。 めっちゃでかいよ、オス。めっちゃでかいんですよ。はい。うわ、いいですね。あー、いいですね。この状態がやっぱいいイメージですね。割れててね、うん、なんか食べて動いてる感じが。だからもう、上っ面以外はもうしっかり食べてるみたいな、うん、さあ、行きましょう。あ、いいうんじ、見えてます。うわ、いいぞ。うわ、いやー、でかい。え、でかいぞこれは。50。いや、でももうわかんないな。わからんな、もう目が。うん。ほんまに。こうやってスカウトマンやから、こっちは。確かに。こうやってもうたよな。波の玉じゃ、反応できへんかったから。いや、そうですね。ちょっといいですか。あー、スピードガン。測ってます。急速。何本 ?151。151! いった。出ました。スピードガン、ミモリガンでもね。さあ、行きましょうか。151。145、4、5、5、
まあいや、でかいでかいねそう、ガバガバやんって言いたいけど、いやそうでかいね結果確かにねいや、でもマジででかいわ全部140後半をラスト3はい 135g おー、1g 大きい 1g ですね来ました、ね、刻んできますが、はい、ここからまた戻って153mm の方です、うん、はい、もういい感じの、いや、いい感じですよ、はい、はい、さあ、参ります。お、入れますね。おーおー、ええでかでかくない、これ50いったわ、いったいった確実に、いったいった、これは絶対いきました、いかついよ。さあ、ミモリガンで見るとどうなるか、ちょっと助手のポジション152、うわ152、ちょ連絡しといて152、いやでもめっちゃでかい、でかいです、いやこれやばいっすね、これはやばいな、50絶対50、もう俺の目がそう言ってた、いやちょっとじゃあ平岡さん曰く160と言っててもおかしくない、はい、じゃあ行きましょうか、いやでもえぐいっすね、50は確定しました、確定行きます、うわー松坂、松坂やったか、うわー、ここに2つの大輔が、あーやば、いや比べないでください、やめてください、大輔、はい、松坂大輔と平成の怪物と平成の大仏、平成生まれ、平成生まれ、いやいや一番悲しいじゃん、いじられもせず大仏って言ったの、いやいいっす、大仏って言ったの、はい、ちょっと通りすがりで、まあ、パッと見でもでも、うん、完全に150は言ってたな、いやそうですね、まあ、自信なくて152って言っちゃったんですけど、ちっちゃければね、なんででかいのこいつ、こんなってマジでめっちゃね、三森手でかっこれ155持ってなおこの余白、三森手でかっていういやいや違いますよいやすごいっす、めっちゃでかいわ、うわすごい、なにこれ、厚すぎ、いや155か、次はい136です、おお刻んでいくね、 1g づくおお、まあまあまあ、全然、うん、いい感じの、そうですね、さあ行きましょうか、136、150も超えてくれましたから、もうここからまた続けて150、うん、そうですね、行きましょうか、さあどうでしょう、はい、うわぁ出た、待ってこれ来た、160あるんじゃん、あるな、150、またさっきのと同じくらい、ちょっと上行ってんじゃん、同じくらいかな、同じか、ちょっといやでもちょっと上の気するぞ、これこれ、やったこれやばいっす、行きますよ、うん、160ありそうな気する、うわぁ153か、いやでもすごいよ、いやでもマジか、やっぱ150台はちょっと雰囲気変わりますね、違うな、一気になんかうわってなるな、そしてインパクトがありますね、最後144g、やべえな、はい、マットの状態あんま良くないか、あ確かに、あの割れてる感じじゃないわ、ちょっと心配ですね、うん、まあでも、まあ、でもあるはあるけど、どうかね、いやどうだ、絞んだりしたかな、まあとりあえず無事でいってくださいですね、まあそうやね、まずはそこ、はい、ね、行きましょうか、ラスト、はい、144、どうでしょう、どこにいる、あ、お、いました、でかいじゃん、でかいでかいでかい、これはどうか、あ、でもどうだろうな、前回の160見たインパクトは感じないけど、そうですね、150はあるね、150はあると思うな、150はあるけど、うん、あの60のインパクトはないか、ちょっと絞んじゃってるのかな、あ、どうなんだろう、ちょっといきます、ラスト、わー、142、ちょっと下がっちゃいましたね、やっぱりな、若干そうなんやな、土の感じが、そうっすね、うん、今までとはちょっと違う感じでしたね、まあでも、でかいですよ、いや、でかいっす、結果だって今回、全部140以上やったってこと、うん、そうですね、すごい、いや、豊作っぷり、142が残念って贅沢よね、いや、ありえなかったんでね、贅沢すぎる、まあ別にサイズが全てじゃないまあまあまあですけど、やっぱでかいのはやっぱこう多分皆さん的にもテンションも上がるでしょうし、そう、今までの特に家庭見てくださってる方とかまた違う感情で、はい、あんなにこうちょっとしぼんじゃったりする時とかもあったし、幼虫が体重がめっちゃ減ってとか、はいはいはい、そういうところから考えたらやっぱ感慨深いすぎますね、はい、どうもこんにちは、みおりです、いつもお世話になっております、そして、今回のカメラマンがマキビシケンくんです、いや、ビシケンですよ、一緒にデス作っていこう、おぉーサダハル正式な作業名で言うと人工養室に移し替えます、おぉー、はい、ありがとうございます、幼虫とサナギの間の全容っていう
期間があるんだけど、時期が、はい、そう、その時期に人工養殖に移し替えるっていうのが、まあ、ベタなの。ただね、まあ、人工養殖っていうのは一応最終手段みたいな、養殖壊しちゃったとかいう時、今回の種類が、ヘラクレスオオカブトなんですけど、おお、ツノマガリを防ぐための人工養殖移動みたいな感じですね。オスの幼虫が6匹って感じで、はい、こちら6個見たことあります。そう、まあもともともう作ってあるやつで、はい、じゃあちょっとやっていきましょうか。はい、ちなみにこれが、117g、はい、ですね。ちょっと待って、今グラム数確認したらここにいますね。お、これどうだ、まだ全容っぽくないかな。あ、まだ全容じゃないですね。分かんないときはもう保留にした方がいいんで、なんでこいつはちょっと一旦なしで、この2020年5月に孵化した子で、はい、最後が 142g。 そう、140あればなんか 150mm 以上の子になるから、うん、まあ、角ももちろん長いんで、うん、まあ、人工養殖に移し替えてもいいかなっていうところで、でこいつは多分サナギかな。そう、だから単純にサナギ見てほしい。なるほど、ちょっとひっくり返しましょうか。どうでしょう。あ、ここ、わかる？これ。ここに作ってる、はい、空間で、こう、多分こう作ってるから基本的には問題ないし、まあ曲がってたらもうそれはしょうがないって感じ。これ僕ひっくり返してるんですけど、一番安全なのは多分上からスプーンで減らして削ってった方が一番安全です、うん、ちょっとこれは動画の兼ね合いもあってやっぱパカッと割りたいっていうのがあるんで、ちょっと行きましょう。すごいね、幼虫の皮。これサナギわかる？うわっ、すげえ。ちょっと行きましょうか。どう、ここか。おお、でかくない？でかいけどちょっと角が、はいはい、なんだこれは、ちょっとカビちゃってるけど、まだ生きてはいるけど、うんうん、こう くねっちゃってるね。これは心配かな、うんうん、斜めというか、うん、頭が倒れちゃってる。大きい子とかはやっぱこう倒れたりする時ある、そう、これでも羽化してくれる時はあるけど、うんうん、この子に関してはちょっとここが広がりすぎちゃってるからちょっと怖いかな、うんうん、まあ、羽化してきてほしいけど、うんうん、ちょっと角がこうやっぱぶつかっちゃってかわかんないけど、こうガクッと下に下がっちゃってる。おー、そう、こういうことになったりもするから、まあ、できればまっすぐ伸びてほしい子とかを人工養殖に移したりっていうパターンもある、うんうん、入れます。はい、どれぐらい置いとくんですか？でも結構長いね。おー、やっぱ2ヶ月長いと2半ぐらいかな。いや、でかかったね。これがもう幼虫が自分のこう糞とか体液とか口から出した液体とか糞を空間作って自分の体をこううねらしてこうやって器用に作っていくみたいな。さあ、そして次、今の子が一番低いから体重的には、146、はい、はい、4g 重い。だサナギも結構いかついと思う。ここに王室が側面から見えるから、もしかしたらこっちの方にこう頭がある場合は頭がぶつかっちゃってガクッと角が曲がっちゃうみたいな、うんうん、そう、まっすぐ行くはずが曲がっちゃってしまう可能性があるから引っ越した方がいいみたいな。そう、ただこいつに関しては多分ここがお尻スタートだから、まあ、まだ問題ないじゃないかなっていうのはあるけど、うん、そうで、これめっちゃわかりやすい。サナギの部屋を作った時は土も引きずり込んで固めていくからこういう風に陥没するの、へこんじゃうみたいな、はい、一定の場所がこことここ、そう、こうなってると洋室作ってる合図で、多分全容になってると思うんで行きましょう。見える？おお、あ、皮これは、あ、でもサナギなってるかも。ちょっといい？行きます。綺麗だね、しかも。すげえ。
すごくない？てか全然全容で取り出すのがいいですって言って全部サナギなんだけどこれちょうど全容じゃないんだけどまあしょうがないです。まあちょっとね動画の兼ね合いもあるんで多めに見てください。いやでも綺麗でよかったね、とりあえず、はい、これあーそう、これが最初に見えたやつ。そうそう、これね、はいはい、すごいね、めっちゃ綺麗ですね、てか太い、太いね、根元の方ですかね、特にごつっ。こんなんさ、いや今年はやっぱすごいですね。なるほど、うん、綺麗だねそう、やっぱ1年半かかってね、この姿を見せてくれてるのはやっぱ感慨深 い、 いや楽しみですね、はい、いや立派ですよ、いや楽しみだな、バカちゃんじゃん、確かにねいや本当、人間の赤ちゃんぐらいでかい、人間の赤ちゃん見たことないんじゃないもしかしていやでもよかった、とりあえずサナギでしたけど、はい、無事に、ま、ある程度しっかり伸びてくれて、でサナギも大丈夫そうな感じで、うん、一安心です。じゃあ次、146g ね、さっきの子が、はい、次が、153g、 大台すごいな、今まで150がマックスだったから、その幼虫のサイズが、なるほど、そう、それをもうこのまだ2つ残して超えてるという状況、下にね見えるんだけど、はい、これ映んないかな、ああそう、はい、今洋室作り始めてるだけかなですね、こう横から見た感じすごい陥没してるでしょ、おおはいはいはい、そうこれは幼虫が今土を引きずり込んで作ってる途中って感じですね、うん、だからこいつも保留です、全然で全容が出てこないはい、さあそして次 155g、 おどうでしょう、あこいつに関してはねここに見えるでしょ、はい、でこっからも見えるの、はいはい、でだからサイズが洋室のサイズ的にはもうだからここって決まってるんだけど、うん、このサイズ感こうなってるってこと、そうだからまあ足りてるそうっちゃ足りてそうだけど、まあ 155g の子っていうののサナギを僕はまだ見たことないんで、はい、もしかしたらぶつかる可能性とかあったりするから、うん、一応交換しようと思います、あ全容ですね、めちゃくちゃ全容、はい、ようやくです、さあいきます、よいしょ、優しく、うわすごい、すごい貫通してますね、そう貫通、だからここにこことここって感じ、そうだからもう洋室のサイズはもう、そうここにぶつかっちゃってるから、本当はだから単純に言ったらこうこんな感じで多分作るはずだったから2センチぐらい狭いって感じかな、そう、そうなったらその2センチが結構あだとなる可能性もあるから、はい、ちょっと割りますよ、はい、これ全容シワクチャの幼虫、もうブヨブヨ で ここがすごい硬くなってるんだけど、これは今だから皮が余ってきてるというか、この中はもうサナギの状態、実はじゃあ収まってるんですね、今は収まってる状態、シワクチャの幼虫の皮があるけどその下にまだ柔らかいサナギがあるって感じ、そうだからもうこことかも機能してない、ただの皮まとってるだけみたいな、でちょっとせっかくなのでグラム測りましょうか、僕自身が正直この全容のグラムとかは測ってないんで分かんないんですけど、全容の体重測って何グラムかみたいな何ミリぐらいっていうのを予想できたりもするらしいんで、うん、よかったらなんか参考にしてください、137、じゃ十分だいぶでかい気するけどな、はいはいはい、大丈夫ってぐらいしわくちゃだよね、これ初めて見た人はちょっと心配になるよね、多分ね、死んじゃったんじゃないのっていう、張りがある状態からこういうサナギになるために、そうこれはもうサナギ、もう言ったらもうほぼサナギ、確かに色味もちょっと、うん、白から茶色っていうんですか、そうそうそう、やっぱ黄色っぽくなってきたっていうのはやっぱ幼虫がこうサナギに向かってる合図でもあるから、この状態を待ってました、あこのねこれね、筋運動、ああはい、これが全容の動き、
すごいよ。いや、大丈夫、良さそうですね、はい、あとはまあ無事にサナギになってくれるのを祈りましょう。さあ、そしてもうラストですが、このグラムね、はい、163です。うわえぐい。そうね、え、待って、サナギになってない？大丈夫かな。ちょっとまあサナギでも見たいしね、行きましょう。はい、え、ちょっとドキドキするな。見た感じ、今のところなんかサナギっぽかった。うん、せっかくならおすすめのやり方の方にしましょうか。はい、もうパカッと開けるじゃなくて、あのやっぱひっくり返すとどうしてもサナギとか柔らかいと衝撃でサナギが上から下にバンって落ち、若干落ちるから、うん、その衝撃でサナギが傷ついちゃう可能性もあるんで、実際このスプーンですくったりとかの方が安全。こいつに関してはもしかしたらちょっとサナギになりたての可能性もあるんで、サナギなりたてはやっぱどうしてもめちゃくちゃ柔らかいから余計に衝撃に弱いから、良質はやっぱ硬いから。ここ硬いもんね。うん、音がね、あ、開いた、あ、サナギだ、あ、サナギだこれ太すぎない？なんかさ、あ、これデカミミズがいるんだけど。ほんとだ、わかる？見える？見える？今、仰向けになってますね。今、俺、そうそうそう、仰向けこれ、やばくない？潜み方、えぐくない？今、根元か。うわ、ちょっとどうだ？こちょ、体から見るか。この先端じゃなくて、その角が曲がってるかどうかは一旦任せます。後でにして、体から見よう。うわ、サナギになってたな。はい、おぉ、あ、でも結構綺麗じゃない？はい、あ、綺麗ですね、結構。ちょっと行くよ、こっち角曲がってるかどうか。はい、あさあ、これ、これね、こうなるっていう。あー、なるほど。そう、ぶつかっちゃってみたいな。あー、そう、そういうのがあるから一応人工養殖に入れる人もいるよって感じ。逆に分かりやすくてよかったかもね、こうなることもあるっていう。まあでも全然、てかでかいね。で、だいぶまだ柔らかいからちょっと慎重に取り出しましょうか。多分まだ固まりきってないから、今柔らかいの、まださっきまでの子は、ま、固まってたからいいんだけど、すくい取る感じで、はいはい、あ、だいぶ曲がっちゃってるね、こう見たらね。でもまあ角、あー、でもだいぶ曲がってるか。ちょっとそこは残念だったな。ちょっと遅かったですね、タイミングが。浮かしてくれればいいけどね、とりあえずね、はい、結構曲がっちゃったけど、そのまあ一旦サナギになってくれてよかったかな、はい、うん、結果的にサナギ3の全幼1の、はい、全然幼虫が2って感じでその、あとは無事に浮かしてくれること、まあ浮かしてくれれば僕はそれで一旦 OK なんで、まあできればね、伸びててほしかったけどね。やっぱワクワクしたね、サナギが。すごかったっすね。はい、どうもこんにちは、岩井です。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが泉くんです。八丸さんか、あ、八丸さんか、はい、一緒に出てるんですね。いやー、浮かしたやつを掘り出します。おー、はい、今回浮かしたやつの中で今季初浮かのヘラクレスがいます。おお、はい、今季の子たちが2020年に孵化してきた子たちです。はい、そういう感じになるんで今季初羽化になります。はい、今季初羽化のヘラクレス、うん、どうでしょうか。一応最後が 96g だからそんなに大きくないんですよ、うん、そもそも。それがで、まあ、そのまますぐサナギになって羽化したって感じなんで、うん、2020年の6月なんで本当ほぼ1年で羽化してきた感じです。本当ですね、1年1ヶ月、うん、いきますね。はい、どんぐらいだろう、96だから多分130ミリ台だと思うんですけど、あ、でもそれでも元気にいてくれれば十分なんで。そうだね、はい、参りましょう。はい、今季初羽化ヘラクレス、こちらです。はい、おお、めちゃくちゃ綺麗。綺麗だな。あ、よかったよかった。元気ですか。しかも元気です。いいね、素晴らしい。意外とでかいですね、思ったより。これが153と、70ミリからの子ですね。うわ、いや、立派ですよ、十分。ほら、本当だ。おお、素晴らしい。
140ぐらいありそうですね。でかいからね。はい。グラムの割には体調乗ってくれたかも、上がってくれたかもしれないです。ちょっと測ってみましょうか。はい、楽しみだな。初めての羽化だから、このラインの子は初なんで、この子が基準になってくるというか、96ミリで何ミリだったっていう、まず基準になるんで、ちょっとざっくりで申し訳ないですけど、はい、はい、結果、今季初ヘラクレス、138.8 です。おお、はい、まあまあまあグラム総合ぐらいですかね、96ぐらいだったら、まあこれぐらいになるかなって感じですっていう感じの、はい、はい、うちの子で言うと、やっぱもう100近くなれば140ミリは超えるかなって感じだと思います。あ、うん、まあでもめちゃくちゃ綺麗で、綺麗に羽化してきて、そうですね、なんか別に角が太い個体っていうわけでもなかったんで、はい、角もうちょい細いかもしれないなと思ったけど、思ったよりかは角も立派で、ここのいいなラインも綺麗で、いや良かったです。はい、終了になります。はい、いやありがとうございます。うん、ヘラクレスももちろん楽しみな子もいるし、結構今後楽しみな掘り出しになりました。おお、いいですね。うん、いや良かったです。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがパワプロの時に聞く絶望の音研くんです。いや、具志堅ですよ。具志堅か。一緒に出てくる。まあ、羽化掘り出しです。今からやること、やること、ヘラクレスオオカブトです。ヘラクレス、ヘラクレスです。いや、めちゃくちゃすごいじゃないですか。いやいやいや、羽化してきた子たち、はい、こちらです。はい、実はメスが4、はい、のオスが1って感じ。なるほど、ね、そう、早期羽化の子が1匹だけで、うん、それ以外の子はまあ順調に羽化し始める頃の、はいはい、だから、順調組の第1陣で。おー、すごいな。そう、この5匹を、まあ、まず無事になるのを祈って、はい、掘り出していこうと思います。あ、ちょっと待って、これメスもすごいかもしれない。グラムが結構乗った子もいるから、だからサイズもどう違ってくるかとかも結構楽しみにしてもらえるかもしれない。はい、まず1匹目、はい、これが、62g ですね、最後がメスで、ま、そう、でもちっちゃい方、軽い方かな、62は。やっぱ70ぐらいになってくるとある程度の子になる、サイズ的には。うん、そう、で、これが2020年の6月だから1年半ないぐらいか。まあ、メスでもやっぱかかる子はかかるね。さあ、行きましょう。まあ、無事であればね、とりあえずいいですけど。はい、もう、具志堅も。じゃあ、行きましょう。1匹目。ヘラクレス、メス。はい、うわー。すごい。うわー、でも、ごつい。やっぱ、ごついね。裏側から出た。ねえ。これはこれでやっぱすごいよな。おー。あ、でも意外と、思ったよりは、大きいかな。はいはいはい。60。まあだから 62g だから、グラム的な部分で言うと60前半かなっていうイメージなんだけど、でももうちょいありそうな、65ぐらいありそうですかね、もしかしたら。ちょっと測ってみましょうか。ちょっと爪痛いんでここに乗せて、羽先でいきます。大体で、はい。あ、でも意外とあるね。67.2。おお、意外とありました。すごい。67とかは、まあ、いわゆるよく見るヘラクレスのサイズ感かな。平均的ではある。平均的だと思う。これが平均だと思ってもらって、まあ、とりあえず元気に羽化してきてよかったです。はい。さあ、そして次、でも結構今回ね、ちょっとメスも楽しみなやつが多いんで、うん、次が、これもまあ、孵化時期は一緒だから兄弟ですね。お、最後が 77g。 へぇ、だからさっきより 15g は重い。すごいな。そう、結構な、サイズの違いも出てくるんじゃないかなっていう感じ。どうなってくるでしょうか。 70g あったら、まあでかい方だね、イメージは。僕んちで、僕のイメージで言うと、うんうん、まあでもやっぱすごい人はやっぱすごいから。あ、いきます。はい。これサナギの皮ね。あ、いきますよ。はい、ああ来ました。お、あ、でかいね。うわ、なんかひっついてる。これ幼虫の皮、幼虫、サナギ、成虫。ちょっとひっくり返してみるけど、でかいな。やっぱ明らかに違うね、連続で見ると。うん、うわでかっ、コツ。
っぱかっこいいね、はいはい、メスでもやっぱ迫力あるね、さすが世界最大。70は言ってくれてそうだけど、さあどうでしょう。はい、こんな感じか。はい、71.2。 だからさっきの子より 4mm ぐらい大きい。はいはい、これが70代か。70代が今の感じ。まあでも十分でかいですね、はい、立派、はい、71.2。 そうだからやっぱメスでも迫力あるから、うん、さあそして次が 82g。 おお、そう、これはまた別の親になるんです。今の2匹と、はいはい、さあ82なんで、これがどうなるか。これが2020年の5月、だからさっきの子たちより1ヶ月長い幼虫期間が。 80g 台もね、今まであんまいなかったんだけど、普通に出てくるようになって。なるほど。え、幼虫の時のグラム数がってことですか。そう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 。あ、さあどうでしょうか。はい、お、でかそう。おお、やっぱでかいね。はいはい、72.3 ぐらいあるんじゃない。さっきの子よりでかいですね。へ、うん、あ、そんな感じない。この厚みは感じますけど。あ、長さってどうなの。そう、だからグラムも結局縦に行くのか横に行くのか厚みに行くのかとかあるから、はい、あれだけど、でもいや2ミリぐらいは大きいね。立派、十分ですよ。だから73.4ぐらい行くんじゃないかなとは。はい、お、行きました。え、結果、73.2。おお、素晴らしい。すげえ、73超えましたね。超えましたね。70やっぱ超えてくると大きいね。うん、メスのラスト、はい、これがね 94g。 あ、すごいな。そう、これもうわけわかんない、グラムがもうほぼ100に近迫るような、はい、さあ行きましょう。無事であれば何よりですが、行きます。はい、うおお、なんか、あ、あ、出方すごかった。アクション俳優的な、ね、でもでかいね。うわー、すげえ。全然でかいな。これはまた別の迫力が。迫力あるね。縦に長くない？なんか上、高さじゃなくてってこと。高さも、まあ高さもあるけど、横は意外とキュッと締まってて、うん、横に行ってそう、縦に行ってそうな。さあ、いや、どうだ、70後半ぐらいなっててもおかしくないけど、そんなはないのかな。まあ羽先で測りますけど、はい、来ました。はい、結果 76.6。 おお、大きいね。3ミリ。やっぱ75超えてくるのはあんまいないから。あ、76。メスですもんね。メスでね。でも人によっては、まあ、そのグラム数が何グラムとかは分かんないけど、80ミリとか超えるようなメス出ちゃう人とかいるから。はい、ということでメス終了。はい、いや、すごいね。前頭何事もなく浮かしてくれて、はい、よかったですね。さあ、そしてもうお待たせのオスです。おー、はい、ここに、まあ、もう人工養殖に移してる子なんで。うーん、そう、もう羽化してる子がもうここからすぐ見えるんで、見せていきましょうか。これはね、まあまだやっぱ小ぶりの子から基本的には早めに羽化してくるから、さなぎ期間も大きければ大きいほどちょっと長いから、その体を作るまでもちろん時間かかるからね、はい、そう、こいつに関しては最後が 113g。 うーん、で2020年の5月、はいはい、になるんで、まあ1年半弱かな、はい、って感じの子。さあ、そいつで、まあ、1匹、この1匹のみになるんで、はい、じゃあ行きましょうか。もうすぐ出るんでね、どんな感じか参ります。こちら、はい、おお、だいぶかっこいいね。なるほど。具志堅、こっち映してない？一応だけど大丈夫？全部撮れてます。あ、一応どっちか分かんなかったから。それ間違えてないさ。輝いてるんです。この画角から見る。ああ、素晴らしい。なんかこれ背中の色は、あ、まあ羽化したてっていうのもある。そう、あとはまあ湿度が、まあこの時期はもちろんまだ色はつかないんだけど、乾燥してると黄色くなるって感じ。そう、素晴らしいですね。いや、十分。あ、スマートでかっこいいね。あ、でかくない？意外と角が長いっすね。そんなことないのかな。ね、長いね。で、角もまあその、ちょうどいい感じの太さで、なんていう、ヘラクレス、ヘラクレス。そう、これはヘラクレス、ヘラクレス。そう、まあ、の中では小ぶりだけど、うん、
やっぱでかいね。いや、かっこいいですね、うん、これで小ぶりっていうのがやっぱ信じられないもんね。で、まあ角も綺麗に伸びて、はい、いい感じ、まっすぐ伸びてね、はい、さあ、サイズ測っていきましょうか。さあ、どうだ、113だから、まあ130中盤後半あれば十分かなって感じだけど、おとなしい。あ、待って待って、おとなしいって言ったら、あ、動くね、それ随分ねって、こんな下にはついてんだ俺。いや、ヘラクレスあ、そうだよちょっと待って、測ってる時俺語彙力下がるから、語彙力というか、いあんまし僕の独り言だったんで。いや、そんなかわいそうじゃん意外な発見でした、ね、あ、本当に、はい、よかったね集中して大丈夫です。あ、本当。あ、待って、意外とでかいな。てか、はい、来ました。はい。113g で、はい、結果、はい、148.0。おー。悪くない。だいぶ、てか、でかい。でかいですね。思ってたより全然でかい。いや、これ楽しみだな、今後。僕の自己記録が158なんで。あ、そう。小ぶりかなと思ったやつ。そう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 。148。そう、だから一応サナギは何匹かいて、うん、そのサナギの時点で見てきてる中で小ぶりの子だったから、ちょっと期待できるかもね、今季160。まだ眠ってる子たちが。そうそうそう、はいはいはい、いや、素晴らしいです。すごくいい結果になりました。しかも綺麗な、綺麗なヘラクレス、まっすぐで伸びて素晴らしいし、かっこいいし、はいはい、いや、よかったよかった、かっこいいですね。で、角もね、まっすぐだし、ここの角、頭の方の角もう少なめの子になったね。結構ギザギザがね、なんか何匹かいると、うん、1匹1匹頭の角の突起の出方が違ったりするから、うんうん、そう、そこのね、そこの好みとかも出てくるから、それも楽しい。そう、こいつは結構シンプルめな2個ポンポンとある感じのやつで、上に注目しがちですけど、そうそうそう、下にはまた個性がある。そう、下は下で個性が出てくるから、うん、そう、スラッとしててね、なんか頭の角がちょっと少ない分余計スラッと見えるというか、うん、そういうのもあるしね、かっこいい、素晴らしい子が羽化してきました、はい、はい、ということで、まあ、148で、無事羽化してきました、はい、はい、ということで終了です。はい、いや、素晴らしい。です。いや、有意義でしたね。いやー、すごかった、うん、メスも大きかったし、オスもグラムの割に思ったより大きくて、何より前頭綺麗に無事に羽化してきたのが良かったですね。はい、はい、どうもこんにちは、みもりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが EV くんです。いや、言い過ぎですよ。一緒にデータ作っていこう。はーい、羽化した生態計測します。おお、羽化計測測るんですね。そう、はい、ここ机がある時のやつは基本もう人工養殖で羽化してきたやつ。ヘラクレスオオカブト。おお、ヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレスはね、ちょくちょく羽化し始めてて、はい、ようやく、羽化ラッシュに入るのかなっていう状態なんですけど、今回もちょっと楽しみなんじゃないかというところもあるんで、一応、まあ、両方2020年の5月と6月、はい、だからまあ1年ほんと半ぐらい。そうですね、うん、半近くでようやく羽化してきたって感じ。もう1匹目からいっていい？お、全然。1匹目、はい、これが最終体重 114g。 おお、そう、だからまあそんなに大きくはない、そのグラム数でいうと。ただ110超えてくれば、まあヘラクレスらしい、ザ・ヘラクレスみたいな特徴は出るかなっていう感じのところだけど、じゃあ1匹目もうすぐ出てくるから。あ、そっかそっか、人工養殖だもんな。いきましょうか、はい、まず1匹目こちらです。はい、おお、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 綺麗だ。あ、綺麗ですね。おお、確かにこの状態って逆に見る機会ないもんね。そうですね、この色、うん、ヘラクレスって黄色のイメージだけど、確かにこの真っ赤な状態、まだすごいな。すごいよね。あ、ピンと伸びてね、しっかりまっすぐ伸びてくれて、はい、意外と角も太くていいっすね、うん、かっこいい。ちょっと出してみようかな。はい、おー、まだ赤いからね、ちょっと優しく。あ、ちょっとここの頭の角が、うん、あ、
ちょっと伸びきんなかったね。カクッと下に落ちちゃったというか。これは本来の形じゃない。本来とは違う。本来はこうのイメージ、ちょっとこう上がってくイメージ。そう、まあまあでもこれも個性でね、いいですね。でもかっこいい。うん、かっこいい。まあ、体、まあ、角が意外とそんなに長くはなかったかな。体と同じぐらいって感じだから、やっぱ6対4とかになってくるとすごいスリムな感じに見えるけど、こいつは結構見た感じごつい感じの雰囲気かな、そのそれで言うと。まあ後でゆっくりまた3匹並べてみましょうか。浮かしていくような3匹、はい、ちょっと測りましょう、まず。はい、そうですね。まあでも無事元気そうで、いや本当良かったです。何より。ちょっと測ります、はい。でもどうだろう、140ぐらいありそうな気するけどね。140ないかな、どうだろうな。もうちょっと優しくね、はい、羽先まで、頭の胸の角から羽先まで、だいたいざっくりですけど、はい。幅すごいな、やっぱでかいね。はい、行、はい、きました、はい、結果、はい、141.9。 おお、うん、だからまあ141から140って感じかな。ほいほいほい、うん、まあ十分立派です。140はこのサイズなんだ。そう、140でこのサイズ、十分立派だよな。そうですね、だから意外と体にいったって感じかな、はい、うん、どっちにしろ、まあでも 111g で141だったらまあ十分、はい、十分大きいかな、個人的なイメージ、印象は、記憶上。素晴らしい、無事に羽化してきました。いやすごいな、 141.9。 うわ素晴らしい、うん、立派だね。角も綺麗にすっと伸びてね、素晴らしい。さあ2匹目、まあ今のヘラクレスがまあなんだろう、ざっくりと言ったら平均ぐらいかな。うん、角がちょっと太い系の感じ、はい、太い立派な140ミリ。次なんか117グラムの子、はい、そしてこっち、これがねすごい期待してるんだけど、最終体重が141グラム。141グラム、そうだから25グラムぐらい重い。さっきの声より、うん、さっきの声、すごっ。そう、そうなってくると140台ってなってくると、はい、150後半とか、うわ、運良ければ160いってるんじゃないかなみたいな。うわどうだ。そうだから自己記録更新した子が多分140g台だったか、はい、130後半だったかな、はい、グラムで言うと。そう、それが、158mm で、130g ちょいぐらいの 158mm で、はい、で去年 140g 台が羽化してきて、はい、そうついに自己記録更新またできるんじゃないかっていうところで、157.4 だったの。だから 0.4mm 足らずみたいな感じだったから、今回、まあ、141g だからその子たちに近いグラム数だから、はい、超える可能性はあるんじゃないかなみたいな、うわところになってくるんで楽しみっすね。そう、ちょっとあとは無事にね羽化してるかどうかも含め、はい、行きましょう。はい、行きます。はい、こちらです。はい、うん、おお、え、でかっ、立派です。そう、元気か、オッケーオッケー、でかいね。お、いいですね。こんにちは。こんにちはすげえ、お、めっちゃ綺麗じゃん。太いしね。そうですね、うん、角もめっちゃ太い。うわ、ほんとだ、すげえ、角も長いし、かっこいい、かっこいいな。で、はい、出しましょうか。うわー、あ、ちょっと角がまっすぐすぎるけどね。もっとカーブしてる、うん、そう、もっとカーブしてるけど、ちょっとそこに関してはまあでも全然背中もしっかり締まってくれて、角も長いしね、体の割に。そうですね、長いですね、うん、たくましいな。そう、角が長い、まあ長いというか曲がってない分、まあサイズ的な部分で言えば、あ、確かに稼いでくれるかもでも見た目的にやっぱもうちょっとこうしっかりウェーブかかってる方がやっぱザ・ヘラクレスの感じだけど、ああ、うん、いやでも結構大きいんじゃない。いや大きいと思いますね。さっきの子より全然でかいもんね。一回り大きそう。いやどうだろう、150でも5ぐらいなのかな。ああ、うん、でも言っててもおかしくないな、150後半。どうだマジで。いやちょっと測るか。はい、うわ、ちょっとドキドキするね。はい、もしかしたら更新する可能性あるんだよ。こうやってヘラクレス普通に見とるけどすごいことだよ。いやこれすごいよね、考えられないよ小さい頃じゃ。そうですね、ずっと見たかったもんな。あ、でもこれ結構でかいぞ。お、なるほどね、うん、はい、来ました。はい、なるほど、いいですか、お願いします。結果、はい、157.2。おえぇ、
うわぁ惜しい惜しいっすね。めちゃくちゃ惜しいね。あ、じゃあもうちょっとまでいってるんだ、あと 0.8。 すごっそう、だからまあちょっとこれまっすぐすぎるから、はいはい、実際で言うと155とかぐらいの感じかな、うん、でもめちゃくちゃ惜しいね。いや、すごっ、すごいな。惜しかったです。うわぁ、角もマジで太いな。結構うちの中では今までで結構太い部類ですね。いや素晴らしい。いや、しっかり元気な感じで浮かしてきてくれて、これね。うわぁ、157.2。 はい、すごく、いや、惜しい、自己記録にわずか足りず。だからやっぱ150-160mm の壁はやっぱあるね。見やすいようにフィールド出させてもらいました。はい、じゃあちょっとヘラクレス見ようか。はい、一番最初の 140mm の子、はい、141mm、はい、おー、やっぱいいね。ね、この色味ね、これはもう一瞬しかないから綺麗な。はい、うん、角がね、もうここだからちょっともう一匹の子も出すか、じゃあ。はい、結構ね、並べたらサイズ感わかると思う。うん、で、こっちが157。はい、やっぱでけえな。やっぱ全然違うね、角分でかいって感じだよね。そうですね、長いよね、やっぱね、こう見た感じ。下のやつも確かに違うな。うん、これ、走ったら絶対あっちが先に着くんやもんなまあね、そう、同じ距離だったらねそう、だからこの下、はい、こいつは下がちょっと伸びちゃって、うん、こいつはちょっと上の角が伸びちゃったみたいな感じになったけど、まあ、こいつに関しては下はすごい綺麗だもんね。そうですね、うん、で、こう、やっぱヘラヘラのヘラクレスの楽しみ方として、この下の角、はい、のギザギザの数が違ったりとかするから、こういう感じで。本当だ。そう、ギザギザが少ないやつと多いやつと均等に出てくるやつととか、うん、そういうまあ個性も出てくるから、そこの数で なんていうの、そのごつさが際立ったりとか、はいはいはい、ちょっとがっちりしてる感じの雰囲気に見えたりとか、はい、そういう部分もあるから。すごいな。そう、一匹一匹全然違う。やっぱすごいっすね、うん、いいっすね。そう、最高です。これしっかり浮かしてきてくれてよかったです。よかったっす。はい、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが針で地の釣り上げる丸さんです。八丸一緒に伝説作ってる。いやー、聞かないんだ。まあ、羽化してきました、生態が。おー、はい、はい、こちら、うん、ヘラクレスオオカブトです。うわー、来ました。はい、ヘラクレス、ヘラクレスで、おお、グラムから言おうか、うん、先に146グラム。おお、はい、で、はいはいはい、次の子も言います。うん、次が163グラム。おお、一番今まで重かった子、はい、って感じなんですけど、うん、2匹ともそのちょっとさなぎの時の状態があんまよろしくなかったっていう、形がというか、まあ、若干のズレとか角が曲がってるとかあったんですけど、そういうのもあったからちょっと心配なところではあるんですけど、はい、まず146からいきましょうか、はい、こっちの方がまだ大丈夫かなと思うんで。何、はい、まだ大丈夫。はい、さあこちらです。うん、いきます。はい、あー、なるほど、羽出ちゃってますね。本当だ。あ、これ待って、星になってない。どうですか。あ、星になってるな。あ、星になってますね。星になってますか。うわあ。そうか。あらら。なんだろう。まあ、でもなんか羽化不全の子、まあ羽化したての時に、はい、こう突然星になる子とかもいるんですけど。そのパターンもあるんですね。はい、ちょっとわかんないですね。まあ、羽が出ちゃってるところから雑菌がとかいうパターンもあったりするんですけど、うわー、結構立派だっただけによ、ね、しっかりとね、角も、ね、羽自体は閉じてるからね。これでもダメになっちゃうこともあるんですね。いや、ちょっとね、そう、それでいうと今年はね、うん、多分体重を今までよりも結構うちの中でいうと重い子が多いんですよ。うんうんうん、140g 台なんて僕ん家ほぼいなかったんで今まで、はい、で多分まだ幼虫のサイズ的に大きい子になったらやっぱちょっと羽化不全とか増えてる印象ですかね。へ、うん、だからまあなんかね、そこを乗り越えるなんかがあるんでしょうね、やっぱ大きい子を出してる人たちは。うん、だ今までこういうのってあんまりなかったんですけど、はい、
結構実はもう4匹目なんですよ、この。そうなんですか。うん、固まるまでに星になってる子、ま、みんな羽パカだったりしたんですけど、ウカフゼンの子、うんうんうん、いや、マジでほんとね、いや見れば見るほど大きくて、はい、結構立派ですけどね、うん、サイズ測ってみますよ、一応そうです、ね、ちょっと、ま、参考にですけど、はい、綺麗ですけどね、顎、ね、あの角も太くて、いやちょっとやっぱ難しいですね、ざっくりですけど、はい、あでもやっぱでかい、156.6、 おうちの中でいうと結構上位クラスのサイズ感ではありますね、うんうんうん、はい、羽は出ちゃってはいるけど、あ、うん、形もすごい綺麗だから残念ですね、うん、ちなみに2020年の5月に孵化した子で、はい、1年半ちょっとかな、そんなにこんな大きくなるんだ、そうですね、まあ、18ヶ月ぐらいかな、うん、もうちょい20ヶ月ぐらいかな、20ヶ月いや、でかかったですけどね、うん、いや、ちょっと残念です、あ、まあ、ちょっとじゃないんですけど、そうだな、うん、なんかアドバイスとかありますか、なんかないかな、確かにね、コメントでも聞きたいですね、大きい子、うん、とかのさなぎの時に注意する点とか、あ、多分今まで僕150前半とかちょくちょくいますけど、後半はほんと1年に2、3匹いるかいないかなんで、うん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 、そう、それが今年はもっと結構多いんですよ、星になってる子たちも、まあ、仮 の、 その羽パカとかなってたりとかで星になってる子多いんですけど、うん、その参考に測ってみたら150後半だったりとか160ぐらいいってたりとか、うんうん、っていう子がやっぱ軒並み星になるんで、まあ、やっぱ大きい子がこう成虫になる時にの負担っていうのはやっぱでかいのかなとも思ったんですけど、うん、はい、そういう時になんかこっち側ができる何かみたいな、うん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 、ちょっとあったら教えてほしいです、そうですね、はい、お願いします、いや残念ですけど、ちょっと一回この中に入れさせてもらいます、そうですね、はい、まあ、もしかしたらいずれ標本にさせてもらうかもしれないです、はい、とはいえすごい立派な子でした、うん、うん、星になって、まあそっか、まあまあ聞き取り直しましょう、いやそうだな、いやでもさ、はいはい、さっきグラム数聞いたからね、はい、最後からから本当、ね、ある種めちゃくちゃ怖いですよ、怖いですよね、そうで 160g 台は僕初なんで、あーどうで、うん、140g 台は今のところまだだから3匹ぐらいしか羽化してきてないのかな、そう今年の子を入れなかったら今までで多分1匹ぐらいですね、うん、140乗ってた子は、そうなんだ、でしっかり羽化してきたの、はいはいはい、で150の子が1匹いたんですけど、うん、その子もやっぱ羽化しきれなくてみたいな感じだったんで、やっぱそこのなんか壁みたいなのあるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうんうん、大きくなればなるほど、うん、まあ一回出しましょうか、うわーどうなの、大丈夫かな、行きましょう、はい、生きててください、お願いします、ちなみにこいつも2020年の6月ですね、だから19ヶ月ぐらいかな、はい、うん、行きます、はい、はい、こちら、はい、生きてはいます、生きてはいます、生きてますか、はい、ただ羽パカですね、え、うわ結構な、結構な開き方、うわ結構な、あでも元気元気、うわすごいけど、うわ元気ではあります、なんかあでも足こっちちょっと、あでもそんなことないかな、うん、あでもまだ元気そう、元気、でもやっぱこういう感じの子がやっぱ増えました、その羽パカの子というか、うん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 、うわすごいな、羽の中ってこのようになってるんですね、そうなんですよね、うわそうだから、まあ生きててよかったかな、とりあえずちょっとこっからどうなるかわかんないけど、で角もね、なんかこういう感じで曲がってたんでサイズとかわかんないですけど、角もなんか何これ、ワシとかね、はい、モーキングっぽいくちばし、確かにこういう、うわちょっとめ柔らかいですね、柔らかい、ちょっとこうしなるというか、あー本当だ、え？ちょっと赤いのか、まずここ、あ、まだじゃあちょっと赤いですね、固まりきってないだけですか、かも、わかんないですけど、でも角はね、しっかり太くて、はい、ちょっとね、こことか見るの苦手な方とかいるかもしれないけど、はい、飼育してるとやっぱ出てくる状態の子でもあるんで、うん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 、そう、でも角自体はすごい立派で、やっぱ160乗っただけの、なんていうんですか、インパクトありますね、でかいよな、でかいっすね、でかさがやばい、まずでかいはでかいよな、うんうんうん、てかそっちにあんまり気
取られなかったけど、その、うん、羽パカだったとかもあって結構でかいはでかいですね。何センチぐらいあるんだろうね、ほんと。そうですね、ちょっとサイズが測れないからな。そうかそうか。一応のここまでで測ってみます。はい、なんとなくになりますけど。あ、でもでかくない？え、ほんともうここね、ここから、はい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 、ここで合わせると、うん、はい、こっちの、はい、こっちのここの先、はい、からここのここのぶつかる場所ですね、うんうんうん、ここまでで、はい、あ、どうなんだろう、152.5 ですね。角がピンと伸びてたとしたら、うん、これぐらいなんだろう。ここをちょっと上がってみます、ね、あ、そうか、それに足せばいいか。152と、まあ、直角じゃないんでね、あれですけど、うん、と23って感じなんで、はい、まあ、でも155ぐらいなのかな、一応それで言うと、うん、まあ、もう何とも言えない部分なんですけど、参考にっていう感じですけど、はい、まあ、でもまだ生きててよかったですね、うん、とりあえず。あ、で 爪もまだ赤いですね。やっぱ大きければ大きいほど、うん、なんていうんですか、なんかたまにいるんですけど固まらないままずっと赤いみたいな、うんうんうん、だからもういずれバレちゃいそうなというか、はい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 、角が折れちゃったりする子とかいるんですけど、でっかい子って、うん、やっぱこっちの方までしっかりなんていうんですか、細胞が行き届いてなくて、うん、予定だと100ここに細胞を一応行き切るはずだったのに、70しか細胞行ってなくて骨密度が低いというかみたいな感覚になったりする子がいるんで、なんかそれに近い症状なのかな、もしかしたら。なるほどな、うん、いや、もうちょっと本当予想でしかないですけど、うん、いや、でもまだ元気で生きててよかったです、ね、とりあえずは、はい、だからあとは無事に成熟してくれるのを祈りましょうか、はい、うん、はい、終了ですね。おお、うん、ちょっとね、一匹欲しいなって言ってたのがすごい綺麗な子だったけど、うん、まあ、でもこの子はいずれ標本とかにできたらいいな。そうですね、うん、まあまあ気を取り直して、はい、まあ、一応この子たちせっかくなんで、うん、正面からめっちゃかっこいいな、こいつ。確かにこっちの子よりもやっぱ全然太いな、こっちの方が。うわ、伝わるかな、ちょっといいですか、うん、ちょっとだけ失礼します。ほら、ここ分かります、この太さ。分かりづらいか。あ、そうだな。なんかほんと人差し指と親指みたいな、うんうんうん、ちょっとね、なんかこの子も結構動きが激しいんで、うん、そこで変な体力消耗してそうだなとかならないでほしいな、できればな、うん、管理、その羽化してきた子の成虫管理のやつもやろうかな、うん、あー、確かにそれも手ですね、はい、ちょっとやらせてもらいます。はい、はい、はい、このケース、うん、このケース、まあとりあえず クリアスライダーです。はい、クリアスライダーと小林入浴製ケース。おお、これは新しいやつなんで、これが付いてたんですけど、はい、はい、これですね、うん、まあ普段使ってるやつですよ。僕は DDA で買ってるこのペレット、ペレット、はい、はい、このペレットを入れて、まあなんとなく側面が見えるか見えないかぐらいまで入れて、うん、でバークチップをなんとなく、これは転倒防止用で、はい、転倒防止用、はい、1,2,3 ギリギリね、一握りぐらい、一握りぐらい、はい、はい、ちょっと動揺してますね。確かにね、はい、まあ、水を、うん、もまあ乾燥、まだ活動前なんで乾燥しすぎるのもかなと思うんで、うん、ペレットが、うん、浸るぐらいまで入れる状態にします。で、まあ、ふやけるまで一旦待ちという感じなんですけど、はい、うん、欲しいなってる子もせっかくなら、その冷凍庫に入れるんですけど、はい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 、入れる前にどうしてるかも見せようかな。確かに気になる。うん、はい、ちょっと、必要なのはこちらです。はい、はい、こちら、まあこれは100均のポリ袋ですね、うん、140mm と 200mm ですね、はい、はい、のちょっと大きめのやつ、うん、まあ大型のやつはこれにもう統一で入れてます。ああ、そうなんですね。まあ、今回でいうとこの、まあ、元々使ってたラベルを貼って、うん、はい、こうですね、うんうんうん、まあ、一応のサイズと、はい、一応羽化してきた時期、うん、2020年の1月だから、まあ22の1と、まあこれヘラクレスの番号って感じになるんですけど、僕んちの、まあ、一応書いとくか、ヘラクレス、ヘラ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  CB、うん、F1、まあ、その類代表記と名前、はい、書いてこのまま入れます。はい、こんな感じで、まあヘラクレスもある程度の子まで入るんで、うん、これだと
これであとはもう冷凍庫って感じですね。はあ、なるほど。僕はそんな感じでやってます。はい、はい、なんでこれはもう後ほど冷凍庫に入れさせてもらいます。はい、でその間に、はい、こんな感じで。本当だ、いつの間にか。まあもうちょっと多分膨らむと思うんですけど、うん、まあでもある程度膨らんだんで、でこっちの子も、うわこれね、おお、いやでかいですけどね。確かにこう見るとこのケースで結構いっぱいいっぱいな感じになるのは、160は言ってた気しますね。そうだね、ちゃんまあたらればなんでね、うんうん、言っても意味ないんですけど、うん、ちょっと狭そうに見えるなぐらいでかいですね。まあ、ちょっと逆に浮か不全でこうここが膨らんでるのもあるかもしれないですけど、僕は一応これで、はい、で水苔を上にかぶせる時もあります。なんかそこは結構気分です。あ、そうなんだ、はい、使わない時もあります。小型種とかは活動しだしたらすぐ乾燥に弱かったりもするとか、うん、休眠中に乾燥しちゃうと弱かったりするんで、はい、結構水苔入れるんですけど、はいはいはい、こういう大きい系はそんな入れないかな。ヘラクレスはもうだいたい2ヶ月とかから4ヶ月とかって感じなんで、うん、僕の印象は、はい、なんでもうこのまましてます ね、 はい。ちょっと動きまくるから心配だな。角ぶつかりそうで、ぶつかるというか折れちゃいそうで、うん、あとはもうこれでこのラベルをという感じで、これで、うん、これであとは、まあ、無事に生きててほしいなって感じですね。そうですね、うん、ほんと。ということで以上ですね、うん、はい、こんな感じでやってます僕は。なるほど、はい、ちょっと誤算が多かったりもしたんですけど、なんかね、ウカ掘り出しってやっぱ楽しい瞬間でもあるけど、そうですね、はい、まあ、楽しい瞬間だけじゃない部分もあるというか、うん、っていうのもあるんで、いい機会だったかな一応。まあでも確かにそう思うしかないよね、はい、 そう、はい、そう捉えていきましょうか、うん、はい、はい、まあ、だからでももう その分やっぱ他の子がしっかり浮かしてきた時にもう良かったと思うし、はい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 、はい、良かったと思うんで、皆さんもなんかこう楽しみにしてた子が浮か不全とか欲しいなってたとか、うん、いう時もこうめげずにまたリベンジしてほしいなと思いますね。確かにね、せっかくこういう機会をも、うん、与えてもらった人間という立場なんで僕らは。はい、はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが、8月といえば夏休みですが、夏休みはやっぱりいろんなところに行きたいなと思ってる状況で、こういうコロナ禍もあって外にあんまり行けるかわからない状況になる可能性もありますけども、そんな中でも夏休みというものはやっぱり学生にとって一番楽しみで待ち遠しい時期になりますんで、その8月いろんな思い出を作っていけたらなと思ってる人たちもたくさんいると思うので、その8月に皆さんがキラキラと輝けるように、僕らも特にクワガタカブトムシシーズンの8月動画投稿頑張ります。丸さんです。八丸八丸さんか。一瞬伝説作ろう。伝説と書いてゴミです。なんてこと言うんだ。メモリアル的な回になるんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。メモリアル、はい、人工養殖で浮かした生態計測します。ほぼ合ってるじゃん。もうそれはヘラクレス、ヘラクレス。あ、今回のヘラクレスね、ヘラクレス、まあ、ちょくちょく羽化してきて、自己記録自体はまだ超えれてないと、 YouTube 上げ始めてから、はいはいはい、YouTube 始める前の自己記録が 158mm、うん、で YouTube 上げてからのマックスが 157.何 とか、はいはいはい、はい、そうだから自己記録まで 0. 何 mm 届いてないみたいなのがずっと繰り返されてて、うん、はい、去年のあたりから、うん、今年のだから今回羽化してくる子たちあたりまで、はい、その体重、幼虫の体重がすごい乗ってくれた子が多くて、うんうんうん、すごい楽しみにしてたんですけど、はい、それゆえのというか、うん、浮か不全もすごい多くて、多かったですね、今まで以上に、確かに、そう、そのさなぎになりきれなかったことがね、うん、さなぎのなんて言うんだろう、なりきれなかったりするんですけど、はい、そういう子とか、まあ、浮か不全って言われる子たちが結構増えて、やっぱ体重乗るとまた大きい子を出すっていう部分のリスクみたいなのもすごい感じてる状況で、はい、その中でさなぎ一番綺麗にさなぎになってくれてた子っていうのがいたんですけど、うん、その子がようやく羽化してきたって感じです。おお、はい、なるほど。おそらく僕は更新すると思う。え、マジか。はい、まだサイズも測ってないし、うん、実際にこう 上っ面からしか見てないんで、うん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 、全体的な立体感とかをまだ感じれてないんですけど、はい、超える可能性があるっていうドキドキ。そろそろ行きます。はい、もう本当行きたくてたまらない。はい、はい、お待ちしました、本当に。
どうなの？これが一応2020年の5月に孵化してきた子、はい、うん、で今が2022年の1月なんで、まあ、1年7ヶ月ぐらいかな、はい、ですかね、うん、ですよね、多分そうです、はい、7ヶ月、まあ20ヶ月弱って感じですかね、はい、だから結構しっかり幼虫もしてくれてサナギにもなってくれて、うん、で最終体重がこれ 155g、 おお、はい、ちょっとピンとこないと思うんですけど、分からないですね僕は。僕んちの158mm だった子、うん、ちょっと記憶曖昧なんですけど、うん、それがまあそのグラムが全てじゃないんですけど、うん、130g ぐらいだった、はい、で YouTube 上で一番でかかった子のグラム数も120とか130ぐらいだったんですよ、うん、はい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 、そこから 20g 重いんで、そうで 150g 超えてきた子で、うん、しっかり浮かしてこれた子がこの子が初で、あ、なるほど、はい、未知数だね、そうだからようやくその、うん、なんかグラムの壁を超えれたというか、僕の中では、はい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 、っていうところになるんで、もうちょっとね、もっとこう見えてるんですよいやマジであるんじゃないかなと僕は思ってます。いや思ってるっていうかまあ、はい、ね、超えてもなきゃ大変なことになるよ、確かに怖いですねすいません、いきます、はい、これが、うん、155g のテラプレス、うん、こちらです、はい、いきますよ、はいはい、あーまだね、あ、生きてた生きてた、よかったよかった、この画面、あ、でも俺これでかい気がする、この画角でわからない、いいですか、はい、でかいんじゃないか、いすごいな、長っ、しかも綺麗にね、まっすぐ、うん、スッと伸びて、え、これでかいんじゃないかな、でかいと思いますよ、ちょっと出しますか、そう、あとね、お尻の方がどうなってるかも気になるね、あ、そうですね、確かに、そう、とりあえずこんな感じね、うわー、めちゃくちゃ綺麗、角も長そうだし、なんかマジでかっけえな、ちょっといいっすか、マジで、うん、ありえるか、これ出しますよ、うん、あ、綺麗綺麗綺麗、よかったよかったです、いや、でかい気がするぞ、え？え、でかくない、でかい、わかんない、こんだけ言ってて違う可能性もあるからな、確かに全然ある、クワカブの部屋って、うん、クワカブの部屋ってね、大げさに言う言いがちだから、いや、これでもでかい気がする、やば、いや、でも角もね、しっかりまっすぐで、確かに、ミオリ君よくまっすぐにするよね、いやいや、違う、僕がやってるわけじゃないシャープさじゃなくね、そうですね、もうちょいね、こう曲がってくれたら、うんうんうん、僕個人的に形で言うとこうちょっとこうの方が嬉しいんですけど、うん、はい、でもサイズはね、こっちまっすぐの方がの取りやすいんで、うんうんうん、そっか、計測用としてはね、はい、うん、最高のゾーン、でも角もね、結構太い、太すぎず、細すぎず、結構立派な感じで、ちょっと測ってみましょう、めっちゃ太いな、いいですか、測って、はい、超えるか？いや、マジドキドキするな、どうしよう、超えた時、いや、でも俺超えるんじゃないかなと思ってるんですけどね、だって今までで一番でかい気しますもん、うん、どうなんだろう、いや、ちょっとドキドキする、うわ、ちょっと言葉が出ないですね、まあ、もうなくていいんじゃないか、もういいっすか、この際一旦っていうか、もう一生でもいい、いやいや、勘弁してくださいよ、僕、いや、全然見れるから、それだけ、うわ、ちょっと喋れないないや、いいって、今はね、実はそれはもう羽のそこで計測するんだね、そうですね、羽先、お尻だとどうしても引っ込んじゃったりもするんで、うん、なるほど、ちょっとできるだけ厳密に測ります、いや、そうだね、これに関しては、いや、ちょっと、いやー、どうなの、来ました、はい、うわ、もう僕は知りましたね、そうか、サイズを、いいですか、はい、結果、はい、100、うん、61.1 超えた、超えました、160超えてくれました、いや、初めてですよ、すごいな、みもりくん、すごくない、ちょっとこう、え、なんかちょっと俺手こずってる感じだから、ちょっとでも超えたろうと、はい、いや、違う、逆に背ばちっちゃくしてました、羽先から、うん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 、ここですね、うん、ここから角まで横にした方が分かりやすいかな、すげえ、いや、これは言ってくれましたね、ちょっとね、痛すぎるけど、あ、もうこうですね、ほら、あ、くれる、いや、でももうそうだね、明らかに160はいってるもんな、はい、いや、これはえ、いきました、すげえな、161、なんならもうちょいあるかもねってぐらいの感じ、うん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 、結構カツカツ気味なんで、160は間違いなく超えてます、うん、いや、これは完璧です、これすごいな、いや、超えてくれました、
いや、すごいな。すげえな、その重さってのは本当正義なんだな、うん、確かにまあ参考にはなりますね。いやでも、やっぱでもこれでやっぱ150、まあ一回ちょっと戻しますね、はい、一旦 150g の子っていうのをなかなかやっぱ羽化までいけなかったんで、羽化不全とかあって、うん、やっぱもうそれでようやく160超えてくれて、はい、まあでも自己記録から言ったら3ミリ以上上がってるって相当すごいことなんで、そう、それでいうとやっぱその170とか180出してる人ってもうやっぱ考えられない。いや、とはいえ自己記録更新しましたんで、うわー、いや、よかった、ありがとうございます。これはすごい、いや嬉しいな、うん、まさか自分ちから、しかもその綺麗に浮かしてきてくれてよかったですね、うんうんうん、いや感慨深いですね。うわー、いやよかったです、超えてくれて。いやでも正直、うん、なんか僕インパクトでいうと170いったんじゃないかって思うぐらいでかかったんで。あ、なるほどね、はい、160いてもじゃあそんなに不思議じゃなかったんだ。もうそうですね、見た時は、まあ、そう157ミリの時もそう思ったんであれなんですけど、うんうん、そうか、もともとそうか、はい、そういう癖だから、癖って言い方あれですけど、うん、いやーよかった、ありがとうございます。いやーこれはすごい、ありがとうございます。別に言ってないよ、別に俺はおめでとうも、いやすいません、もう何も言ってないから。いやいや、そうです、厳しいな。いやでもそんなにドライかね。いやでもすげえわ、いやよかったです。あ、でもやっぱちょっとなんならでかいんじゃないか、もっとある、もうちょいでかいもんな、なんなら、え、なんならもうちょいでかくない、もっとある、多分今それが今いくつ164。え、やばっ。ちょっともう一回、じゃあ、え、じゃあその測ったらサムネついでに、いや確かにさっきな、なんか、はい、角がまっすぐの時じゃなく測ってたから、結構今サムネで撮影してるんですけど、うん、ちょっとでかい疑惑出てんすよね。もっとでかいよね、多分、ほら164で当たってんすよ。え、成長してる今もなお。確かにさっきね、やっぱこう角をだいぶ上げてたんだよね、測ってる時。ああ、どんぐらいなんだろうな、角のこの感じ。みんなどうやってんだろう。まっすぐの時でいいのかな。でもそれ全然。あ、で言ったらこうかな。うん、無理してる感じはしないもんな。みんなどう測ってんだろう。あ、でもここか、一応。はい。だから今の感じだと 165.0。やば。マジか。でも全然あるんじゃないか、どうなんだろう、ちょっとでもまあそこで見盛り式、見盛り式だと、見盛り式だって今までも同じようなのが違って、見盛り式だと161ですよね、うんうんうん、ちょっとこれ見盛り式、はい、見盛り式の場合は、あ、でもあるな、最初は間違えてたっけ、カツカツに、あ、でもどうなんだろう、あ、でもやっぱ頭を、うん、ここがキュッと締まってたら161って感じかな、これどっちなの。でもまあ、いつもやってる方法でいいと思うんだよね。そしたら前より何ミリ大きくなったかは一緒のはずだからね。確かに。でもそれで言うと、うん、カツカツばかりな気するな、俺は。ああ、じゃあそうか。はい。あ、でも165だもんな。うん、その、伸び伸びと測ったらね、はい、ちゃんと。だまあ、首がキュッと締まってなければ165で、いつもの測り方だと161って感じですね。はい。いや、でもどっちにしてるようですよ。まあそうだね、はい、どっちにしろですね、うん、いやとりあえず161で、はい、はい、最高 157.2 なんですけど、うん、その子出していいですか。あ、その子まだいるんですか。そうです、そうです、その YouTube 上の自己最高のことはまた別なんですけど、うん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 、去年の最高が 157.2 なんですよ、確か、はい、その子出します、こちらです、はい、はい、こちら。あー、でも、あー、でもやっぱでかいけど、でかいけどやっぱ、うん、こっちの方がでかいですね。ほんと全然でかい気するな。あれ、これもしか、え、2m ある。いや、やりすぎ、それないか、いないよ、そんなやつ。これでマジでさ、はい、本当に角もだし体もね、はい、ちゃんとどっちも大きいよね。そうですね、でもやっぱこっちの方が一回りでかく見えますね。そうそう、3ミリといえど、マジか、すごい嬉しいな。こんな、ちょっともう一回測っていいですか。うん、なんか、いっぱい測らして申し訳ないけど、こいつにも、うん、まあまあ、でもな、俺が最後やから。いや、なんですか、今後出ないみたいな。いや、大事して、こいつにとって。ああ、確かにね。あ、今この状態ちょうどいいんじゃない。うん、当たってるね、当たってる、うん、はい、来ました、はい。あ、これで、これですね、はい。いや、でもこれやばいな。え、どういうこと。164.4。 あ、でも、ぽいなじゃないですか、マジで。ですね、すげえな、めっちゃでかいな。だから今までよりも5ミリぐらいでかかったってことか。うん、
いやでもそれぐらいでかい感じしたもんな。すげえ。すごっ。まあ何にせよ更新です。うん、いやありがとうございます。いやありがとうございます。うわよかった。うん、いやなんか第一陣はこの子だけなんですよ。本当に綺麗にさなぎになってくれてるの。はい。他の子ちょっと角がな、頭の角ってよりも、頭じゃ胸の角ってよりも、うん、その頭の角がちょっとこうねじれてたりとか、はい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 、寝ちゃってたりみたいなので、うんうん、ちょっと無下不全になるときに見られがちな傾向のさなぎなんで、うん、ちょっと不安なところはあるんですけど、はい、いやこの子が無事に羽化してきてくれてよかったです。すげー。はい、いやもう親ですね。親確定ですねこの子は。うん、なんかねここのここがちょっと波打ってるのも雰囲気ありますね。はい、かっこいい。いや嬉しいです。いいですね。いやということで計測終了です。はい、いや自己記録完全更新でした。うん、いやすげえな。はい、ということで結果的に今若干こう頭下げた状態、ここがカツカツじゃない状態で、うん、はい、164.4 という感じになりまして、うん、はい、なんか自己記録 164.4 にさせてもらおうかな。うはい、うん、いや良かったです。いやいいですね。はい、まあ、この子は、まあ、親に親としてうちで飼育させてもらおうかなと思いますんで、うん、はい、はい、ぜひ今後もまあどっかのタイミングで出るか分かんないですけど、うんうん、まあ、出てくる可能性もあるんで、はいはい、この子の親です、この子の子供ですみたいな、うん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 、感じで採卵とか、はい、幼虫マット交換とかも今後していくと思うんで、うん、はい、ぜひ引き続き見ていただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい、いやでも今後でも164超えをってなってくるんで、うわこれ超えれるか、うん、いやね、うん、いやでも、まあ、ヘラクレスは今までで一番飼育してるんでね今、うん、いや本当にありがとうございます皆さん。いやこれからね、だから次は165だよね、165を目標にちょっと行かしてもらいますけども、うんうんうん、全然ちっちゃい可愛い子とかも出てくるんで、うん、その僕のチャンネルはその大きい子出す何ノウハウを教えますみたいなチャンネルじゃないんで、ではないですね、はい、あくまでも、はい、まあだからなんか参考になるところあればかいつまんで見てもらえたら嬉しいですね。はい、はい、いやよかったです。ほんとよかった、はい、いや自己記録更新できましたという最高の神回になりました。はい、完全にこれでした。伝説です。ありがとうございます。はい、はい、ということで今回の動画は以上になるんですけども、八幡さんのチャンネルも概要欄にありますんで、そちらもぜひ飛んでみてチャンネル登録していただけたら嬉しいです。お願いします。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。